20代、僕たちに月曜日は来るのか。こんばんは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 。やっていきましょうよ。今日淡いね、服の色が。服がね、ちょっと淡めで来ちゃいました。春なんで。春ね。春なんで。高くなってきたね。奥多摩の方にね、ちょっと合宿に行ったんです、うん、ちょっとさっきまで。ほうほうほう。新緑がすごい綺麗でしたよ、やっぱり。ああ、もう向こう。そうか。東京いると緑が分かんないわ、タイミング。ああ。でも大学とか行けば大体やっぱり東大の三四郎行けこの前散歩してきたけどよかった。いいね、うん、ちょっといい地図になってきたね。北海道は雪降ってたけどね、この前。マジで？マジ。あのね、春夏秋冬っていう概念崩れたあいつらやべえからな、うん、そうなんです。北海道の人見てたりするんですか？僕僕。ああ俺、札幌、札幌出身が、うん、あ、そうだ。18までいたからびっくりだよ、本当に。え、うん、ちょっと待って、いた頃はそんなことはなかったってこと？そんな概念はなかった。うん、そんな 5月、あ、4月末に降るなんてことはない。ない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 、まる、絶対ないない。いつぐらいなの普通は？2月、やっぱ3月にはもうだいぶ落ち着いてきて、うんうん、まあ、そんなね、異常気象もありますがね、はい、春もやってきましたしね、はい、やっていきましょうか。今日もやっていきましょう。お願いします。はい、本装20代、僕たちに月曜日は来るのかです、はい。多分ね、初めて見ていらっしゃる方もいると思うんですが、うん、この番組はですね、20代の、まあ、ゆとりですが、何かもう裏番組でやってますが、毎回言うけどね、裏ね、裏だよ、あれは裏俺らが表だから、表だからね、うん、謎のプライドね全然虚勢でしかない、そんなそうそう、やってますがまあね、ゆとりとかね、こうまとめられますけどね、草食系男子ってまとめるなって、この前の番組、ゆとりですが何かで怒ってましたけどね。そう、まあ、ちょっとまとめられがちな世代でもありますが、はいはいはい、みんないろいろ考えてるぞと、うん、いろんなゆとりの仕方もあるぞと、ゆとりの中でもね、中でもね、そうそう、そうだよね、というところをね、はい、ちゃんとこう出していければなっていうので、はい、毎回こうゲスト20代の方さまざま呼んで、はい、いろんなねコーナーで喋って、喋、うん、ってちょっといろんなこと考えてんぞっていうのをね、いろんな色をねこうお伝えするということで、お伝えしていく、はい、番組になっております、はい。で、僕たちに月曜日は来るのかっていうのはですね、うん、一応放送コードがまるでないので、まるでないんですね、うん、まるでないので、ね、そんな番組あんのかって話ですけどね、はい、まるでないので、うん、まるでない、ちょっとね、うん、あっていうことも喋っちゃったりする、うん、別に、うん、何にも俺らはあって思わないってことだからね、思わない放送コードがないからね、そういう感じでやってますので、はい、もしかしたら途中で止められるかもしれない、うん、かもしれないという感じの、僕たちに月曜日来るのかと、うん、そういう危機感が含まれてますからね、タイトルにね。そうそう、はい、ということで12時までね、そんな感じで2時間やっていきたいと思います、はい、お願いします。で、あ、うん、僕ヘルメです。あ、忘れてた。え、うん、忘れてた、自己紹介。毎回してたっけ？してたと思う。あ、そう。うん、僕、杉山です。あのね。杉山です。はい。2人でやってます。お願いします。よろしくお願いします。でですね。そっち見んの忘れちゃう。はい。これ。お。最初に。はい。実はこの番組、生放送でですね、はい、2時間12時までぴったりやっていくんですけど、はい、まあ、ご意見、ご感想だったり、うん、質問だったり。うん、ありましたら、この本装アットマーク、デモクラドット TV、はい、HONSOU アットマーク DMCR.TVTV まで送っていただければ、手元にあるパソコンでね、はい、こんな意見来てるよとかね、うん、やっぱ、うんうん、不安になるからね、やっぱり。いや、不安になるよ。見てるんだろうかみたいなところはこうあれしたいです、うん、大丈夫かな。そう、見てるんだろうかっていうのね、はい、あるね。ぜひちょっと見てますよだけでも全然ね、うん、嬉しいし、嬉しい。俳句とか、俳句とかでもいい。俳句とかでもいい。急に俳句読まれて、うん、急に俳句送られてくるのか。そういうなんか挑戦的なのもいいね。いい。なんか、うん、こんなのぶち込んだらどうなるかみたいな、試してくれても別に、うん、絶対読むから。ああ、絶対読みましょう。それはね、すごい批判的なコメントもちゃんと読むから。読みます、読みます、読みます。ぜひね、放送コードがないから、だって何て言ったって。確かに、でもすごいの送られてきたらちょっと、いや、危ういけどね。あ、うん、放送コードを逸脱した、あ、もうね、うん、それだけのために送られてくるタイプのね、うん、そうそう、それはちょっと、いや、いや、なんか嫌な気持ちだけど、そう、ね、微妙になるけどね。何らかのこう愛が含んであるといいなっていう期待は込めつつ、うん、ぜひ何かお願いします。あとツイッターの方もありまして、うん、
こちら出ましたね、はい、ハッシュタグ本草20 HONSOU20、はい、これあとアカウントもね、これあのハッシュタグをアットに変えれば、うん、あと本草のアカウントですので、はい、そちらにリプだったり、うん、ハッシュタグつけてつぶやいていただければ、うん、これもつけてもらえれば僕ら見れるから、はい、はい、ぜひお願いします。ぜひぜひお願いします。ということでね、できるだけねこう双方向的なね、そうだよ、せっかく21世紀に生まれたんだもん、我々は。本当そうですよ、そういう感じでやっていきたいと思います。さて、ちょっと待って、ちなみに来てるかな、そんなもういきなりつぶやいてくれてる方はまあいないんだけどね、いないよね、いないんですよ、うん、だから、まあ 今やりさえすれば皆さんも僕らすごい喜ぶし、うん、なんか一番乗りですよ、本当ですよ、一番乗り、そんな感じですね、はい、やっていきましょう、やっていきましょう、はい、でですね、あとですね、うん、もう一つちょっと最初にアナウンスなんですけど、はい、あの後半にですね、あの本草マンダラという、本草マンダラ、これが人気テーマコーナーですよ、そう、この、はい、そうなん、いや人気コーナーですよ、うん、だってメール来るもんね、うん、ギリギリメール来てるからね、これね、ギリギリメール来てる、これメール来ないと本当に困るタイプの、そう、本当に皆さんを信用してやっているタイプの、そうなんですからね、こちらの、はい、あのね、はい、マンダラっていう、マンダラっていうものがありますと、うん、古のね、そう、古のやつ、キューバスの ねやつで、これをこうモチーフにして、はい、あの後半ではこうやってね、キューバスでこうトピックをテーマ問いですね、うん、を立ててそれについてこう話すっていう、うん、行き過ぎちゃったやつをやってましてね、いろいろやってましたからね、これまでもね、はい、で今日はこんな感じですね、 これ後半11時半ぐらいからやるんですけど、うん、1個目から言うと、有名人に会うとなぜ嬉しいのか、不思議ですよこれ、2個目、なぜテレビに出たいのか、もう今問われてる、問われてる、うん、ああ出ました、うん、で3つ目がせっかくだからって何、うん、腹立つんですよ、ね、4つ目、江戸時代良くないですか、うん、あ、江戸時代ね、いいですね、うん、で5つ目、不倫はダメですか、あ、攻撃的ですよこれ、いいよいいよ、うん、6つ目だね、はい、自分の明日を自分で決めるかっこよさ、うん、あ、うん、いいね、もう問いじゃないけどね、うん、かっこよさについてっていう、そうね、かっこよくねっていう話でね、今日、あ、なんかこれ聞きたいっていう人がいるかもしれない、ね、うん、気になる人がね、あと自分を違和、自分、あ、これ5時ですね、うん、自分の違和感を出して話し合えるのは楽しいねっていう、これも感想だからね急にどうしたみたいな、楽しいねって言ってるから楽しいねって返してくれてもいいしみたいな、そうね、うん、楽しいねってだけメール来ても楽しいね、うん、それはそれで楽しいよ俺らは、うん、そう楽しい、楽しい、で9個目が、うん、あ、8つ目ですね、最後は人を理解するってことについてどう考えてるという、うん、今日はこの8つが、テーマですね、軽いものから重いのものまでいろいろあります、ね、問いになってないものまでありますけど、ありますね、バラエティー豊かで、はい、この中で、うん、1個ね、うん、選んでもらってこれについてちょっと話してほしいっていうのがありましたら、うん、ぜひどしどしね、はい、それについてメールいただければ、はい、てかそれについてメールいただけないと、そう、いただけないと大変なことになるから、そう、後半のコーナーが全然得点も決まらないっていう、え、ちなみにさ、どれぐらいを推移してるわけ、推移、メール数は、メール数はやっぱ3は欲しいね、え、ってこと、あ、3は欲しいんだけど、うん、まず目標がめちゃくちゃ低いことが分かった、うん、え、3つぐらい欲しい、うん、普段は1の時もうつある、あるね、あるんだ、ある、たまにあるね、でもその人のおかげでやれてるんだ、そう、そうなんだよ、結構こうさ、固定客みたいなのがあるの、やっぱり、あ、やっぱね、いる、ああ、あのね、本当にありがたい人ね、うん、おかげさまでやれてるっていう、藤沢市の方とかね、藤沢市の方、確かになんか俺も2回ぐらい聞いたわ、すでに、あとね、カイルさん、カイルさんっていう人、カイルさんっていう人は、うん、むしろあの後であの世界を良くするグッズシングスっていう、はい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 、いつもこうゲストにね、うん、コーナーありますね、こんないいものあるんですよって紹介してもらうじゃないですか、はいはいはい、そのコーナーでなんか2万円か3万円ぐらいする、うんうん、ここにつけておくと、うん、あの姿勢が傾くとバイブするっていうアイテムがある、ね、怖それノイローゼになるでしょそれ要はそのちょっと傾くと姿勢矯正アイテムなわけよ、 IoT っていうの、今インターネットオブシングスっていうの、それをやるとこ姿勢がね、はい、維持されますっていうアイテムを紹介したら、それ買っていただいて、あ、買っちゃったんだ、でもあの日本で売ってないからアメリカから取り寄せて買っていただいて、わざわざそれもあの経過報告とかもメールくれたりして、あ、くれるんだ、すごい、それぞコミュニケーションだね、そうやってやっていきたいですね、皆さんもあの気負いなさることありません、そういうね、うん、すごい先輩方もいるけど、そうそうそう、気軽にちょっとね、そう
やってほしいね。お願いします。はい、あでもなんかね、大喜利とかやるのもいいのかもね。おお、俺この前なんか携帯大喜利っていう NHK の番組見てたけど、なんか面白かったよ。俺ね一回ね、うん、あのなんかミラティブっていうアプリがあって、なんかスマホの画面をそのまま放送できるってやつあるの。はあはあはあ、でそれで俺その会社のね DNA がやってるんだけど、その人になんか面白いのやってよみたいな、うんうん、なんかみんなゲームばっかやって、はあはあ、ゲーム解説みたいなのしかないから、うん、なんか新しいのやってよって言われて、あじゃあ大喜利やるかみたいな、うん、って言って一緒に大喜利やるみたいな。で俺もカメラで映せるから自分のこと。なるほどね。そうそうそうってやりながら自分でお題探してきては、あのあボケてっていうさ、うん、あるね、あるね、あったでしょ、あれでネタを探してきて、でみんなでこう選びながらこれいいんじゃねみたいなことやって、じゃあ2分間かかりますみたいな感じ で募集するの。そう、募集もするし、俺は2分間絶対書かなきゃダメっていうルールで、こうやってそれやってみよう。今度いいよ、うん、大喜利俺好きだよすごい。あマジで俺割とね、俺好きだよ。おいいね、うん、いいね、挑戦してこいよ。そしたらあじゃあちょっとそれやりましょう、うん、俺はもうあの知ってる人も知らない人もいると思うけど、お笑いサークルをやってて、そうね、芸人さんだもんね。そうですよ、うん、負けられない戦いだね。 やってみてもいいね。やろうやろうやろう、してこう審査してもらう、うんうん、そろそろ飽きてきたと思うからさ、うん、見てる方も、ね、呼ばない。あゲストゲストかな。あ呼びますか。もう行こうとしてた。2時間誰も見ねえよ。それこそ、このメンズね、淡い色のメンズなんか2人並べてもね、やばいやばい、そんな絡み誰も見たくないよ、うん、すみませんすみません、はい、じゃあ今日もね、はい、あのそんな感じで2時間やっていきたいと思います。はい、お願いします、うん、じゃあ今日もゲスト呼びましょうよ。ゲストじゃあ杉谷さん、はい、呼んじゃってください。ゲストの道佳さんどうぞ。イエーイ。みちかさん。みちか。今日はみちか。女性ですね。そう。前から行く。あ、うん、どうぞ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 。おしとやか。おしとやかな態度。こちらあ、また春要素がまた。これ中央に花の華やかな感じが。いいね、ですか。ただサタデーなんだよね。そうですね。お。そこはまあ。面白いね。はい。はい、はい、今日の第61回のゲストで、上原美智香さんです。はい、よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。一応杉谷の友人なんだな、今日は。そう、あの僕がちょくちょく出してるあの You Meet っていう東大のメディアのところで、うん、あの関わりがあって、そのイベントを You Meet でなんかザ・ブリッジフェスっていう起業家の集まるなんかイベントみたいなのがあって、うん、そこに You Meet 出展するみたいなことがあったの、はあ、でその時についでに誰か呼ぼうぜみたいな、あの東大生でそういうの興味ある人呼ぼうぜっつって公募かけたら即、ほう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 、すげえ息のいい子がいると思って、うん、めっちゃすごいイベントなんですよ、うん、規模が大きくて起業家たくさんのね、あったんです。そこでお会いしてから何回か記事も書いてくれたりして、はそう、一応東大の後輩なので、はい、こんな感じですよ。了解です。じゃあ今日はね、よろしくお願いします。お願いします。で最初はね、うん、次はもう、はい、最初はね、もう最初のコーナー行っていいですか。行っちゃっていいんじゃないですか。はい、ちょっと避けてそれ、はい。あなたにタイトルつけますのコーナーです。ペレンペペペンチャチャチャパンシュパンフィー。何の音楽ですかこれ、はい、雑すぎ。あれさ、うん、やっぱちょっとあらかじめ教えて SE 入るなら。あ、ごめんごめん、いや今ちょっと、怖えから俺の体が SE になろうとしちゃった、うん、ごめんごめん、エフェクトになろうとしたの。そう、俺の意思を反して、うん、体が効果になろうとしたの、すごいね、うん、まあいいや。あのゲストの皆さんを、うん、あまず ね、 あのね、自己紹介ただやっても面白くないので、うん、こう自分にタイトルつけるのはどんな感じかっていうのをね考えてきてもらいましたと、はあ、でそれを発表してもらいながら、まずはそのみちかさんね、今日みちかちゃん の、 あの話を聞きつつ、なんでそんなタイトルなのかっていうのを掘っていって、どんな人なんだろうってやった結果、最後僕らがタイトルをもう一個つけると、うん、新しくで、うん、どっちがフィットしたか、あそう、ね、を選んでもらって勝敗。確かに確かに、ということで、いいですね。前回一応僕が勝ってるから。そうだ、前回第1回だったんだけどね、このコーナーは。ね、そうだね、もう勝ち越ししてるよね。勝ち越してるから越してるってほど越してないけどね、まだね。そうだ、ゼロゼロだからね。
そういうわけです。じゃあ今日もね、仁義なき戦いです、はい、じゃあまずはちょっとね、はい、自分のタイトルと自己紹介ということでお願いします。はい、はい、じゃあいいですか。どうぞ。はい、はい、じゃん。頭と口と足がつながった宇宙人です。こんな感じですかね。あ、だって、いいよいいよ、あ、どうぞ、よかったです。ただ、ただまあ、わけはわからないよね。宇宙人ですって言われて、はい、いやいや頭と口と足がつながった、ちょっと、どういうことなのかな。どこからいきますか。あ、まあ、最初から、うん、頭と口がつながったって結構言いませんか。なんかこう考えたことすぐ言っちゃうみたいな。ああ、そういうことなのね。そうそうです、そういうことね。まあ、物理的にはまあつながってないですよ。つながってるというか、うん、まあ包摂されてるというか。ちょっとそうだね、なるほどね。難しいところだけどね、うん、まあそういうことで、はいはいはい、思ったことはすぐ言ってしまう、うん、言っちゃう。あ、ついでに、うん、なんかあの頭と足もつながってるみたいな、うん、言ったらすぐやる、やらなきゃいけないと思ってるけど、うん、まあできないこともありますけど、うん、そう、なんか、うん、あ、これやりたいなと思ったことに関しては、うん、あんま人の言うこととかは聞かないみたいな、うん、すぐやっちゃう。そう、すぐ行っちゃう。そうですね、あ、これは今日放送コードがついに破られる可能性あるね。あ、ついね、近おおどっか行っちゃうかもしれない。もう飽きたみたいな。やっぱ頭と口つながってるから。ああ、そんな、まあまあまあ出ちゃうからパーンって。そうですね、怖いです。はい、はい、なるほどです。ありがとうございます。あ、宇宙人っていうのは高校の時につけられたあだ名です。いじめだよね、それ。そうですね、うん、いやでも他にもゴリラとか、ああ、なんか一般的ないじめコードはいろいろつけられたんで、うんうん、まあ、宇宙人はマシな方ですね。結構辛い過去が見えたよ、ね、そこが含まれてんだ、ここには。いや宇宙人は褒め言葉じゃないですか、基本的には。ああ、何考えてるか分かんないみたいな。ああ、そういう意味もね。そうそう、ね、まあ、講義で言えば俺ら全員宇宙人だけどね。まあ、そう、そういうところはまあちょっと置いといて、ね、はい、ああ、ちなみにゴリラも割と褒め言葉、トレーニングを積んで磨いた体がゴリラみたいだねっていうのは褒め言葉じゃない。トレーニング積んだ、トレーニングを積んでいた時代があって、その時にこうゴリラみたいだねっていうのは褒め言葉。ちょっとちょっと待ってください。それはもうね、すごいこう筋肉というか、そう、ムキムキなのがここいらみたいでいいねみたいな。いや、いいねは言ってないけど、うん、そうっす、俺もちょっと信じられないんだけど、ゴリラっぽいねみたいな。ゴリラっぽいねっていう。柔道やってたっていう話で、はい、そうです、そうです、そうです、ムキムキだった時期が。最近もトレーニングしてます。マジ？え、柔道やってたって、それはずっとガッツリやってたの？ずっとやってました。小学校1年生から大学2年までずっとやってました。あ、じゃあもうスギヤンとかひとひねりだ。いや、本当に本当に。この薄さがもう。俺とかスギヤンもう。もう、ひねりどころじゃない。もう、それは合気道なみだけどね、さすがに。なるほどね。投げられてみるか。え、ちょっとやってみたい、ね。やってみたいって言うんだよね。ちょっとやってみたい。やってみたかった、やってみたかった。さすがに無理ということですか。なるほどね。なるほど。痛そうですもんね、うん、これちょっと畳でもない、ゴザだから、はい、ね、衝撃をほとんど吸収しない。ただただ打ちつけられるみたいな。なるほど、ね、ちなみにちょっと気になったんだけど、うん、あのそのゴリラも宇宙人もいい意味の、いい意味です。それは、あ、悪い意味のものあったの？悪い意味はないんじゃないですか。あ、いや、そんなやっぱ面と向かってこう悪い意味で言ってこなくないですか。じゃあいじめられてるわけじゃない。あ、違います違います、もちろんそんな。ポジティブマインドだから。そうですよ、例えば。ちなみにこれ聞きたいのはさ、はい、こう頭と足がつながってこうやっちゃってることはあるの？こう最近頭と足がつながってやってること、何かこう挑戦してることみたいなのが。ああ、その起業したいと思ってというか、うん、なんだろう、あ、一番最近は、はいはい、なんかフットワークお化けって言われたのが、フットワークお化け、このラオスに、うん、行きませんかっていう誘いが突如来て、まあ、向こうも向こうだよね。そうなんですよ、うん、あ、一人の人から来たってこと？そうです、そうです、うん、ラオス人で日本に住んでる人がこうラオスに帰るんだけど、よかったら行きませんかみたいな、うん、で一緒に行くと思うじゃないですか、うん、でこう一人で行くんだし、ラオスとか全然わけわかんないとこだし、うん、まあ、一緒に行くんだったら1回目としてはありだなと思って、うん、あ、行きますって言って行ったんですけど、飛行機違うし泊まるとこ違うし帰ってくるのも違うし、会ったの2回だけっていう、ラオスで。結局一人旅で1週間前にラオスに一人旅に行くことを決めたみたいなっていう事件がありました。それお金は払ってもらったりしたの？いや自分で払って、高かったです。ちょっとよく分かんない。結構すごいね。それはラオス人側の責任みたいなところを。それはどういうテンションで誘ってたんだろうね、うん、向こうはね、まあ、なんか興味あるっていうし、我が国見ないよと、そうですね、うん、で一緒に帰らないと、
たいな。あ、別に一緒に行こうって。おばさんなのね。ここでさらに明かされる。あ、自分のおばさんじゃないですよ。いや、分かる、はい、その おばさん世代のラオス人。おばさん、ラオス人のおばさんに言われて、しかもそれ事件だったのがパスポートがこう6ヶ月余裕がないとラオスって入れないんですよ。あ、そういう国あるね。そうで、知らなくて、でそう1週間、正確には1週間と1日前にそれが決まって航空券取っちゃいましたと、うん、で1週間前にこう開いてみたら期限がないということになって、実家から住民票届けてもらわなきゃいけないし、うん、まあ、いろいろ大変なんですけど、出発が10時か、うん、あ、違う、12時で9時に受け取って、うん、そのまま行くっていう、めっちゃバタバタして、すごい、すごかったです。あれは大変でした。いや、でも俺もね、カナダに留学した後中国に留学するっていうことがあったのね、短期で、うんうん、でその時に日本で中国のビザを取れなくて、時間がなくてっていうか、ミスって、でカナダで取ったっていう、頑張って取り寄せたりして。大変だね。大変だった、めっちゃ大変だった。まあいいや、そんな話は。なるほどね。じゃあフットワークやばいと、いや、やばいように頑張りたいなみたいな、うん、あ、まあ、頑張りたいなっていう目標でもあるし、そうそうそう、割とできてる部分もあるんだよね、うん、まあ、できてるというか、うん、本当にただ興味があることだけなんですけどね、やらなきゃいけないことはできてないけど、うん、やりたいことはできるみたいな、うん、やりたいことっていうのは何なの。やりたいことは、まあ、その起業するっていうところなんですけど、うん、服を作りたいんですよ。ああ、そうなんですか。そうです、そうです。で、そのラオスっていうのはラオスの布を使って服を作りたい、うん、エシカルファッションってご存知ですか。ああ、聞いたことある。まあ、そういうあれですね。ちょっと、一応説明しようエシカルファッションっていうのは、うん、環境とか人とかに優しいファッションです。エシカルってあの倫理的な、ね、倫理的、うん、倫理的なっていう意味で、そうです。エシカルエシカルエシカルっていうな。それです、それです。エティカル、もういいよ俺が始めたんだけどまあそれですね、うん、それを広げたくて、はいはい、でもエシカルファッション今あるのはちょっと結構あの年代が上向けのね、うん、感じの、ちょっと私は着ないかなみたいなのが多いんで、うん、私が欲しい服をエシカルで作れないかなと思ってやろうっていうとこです、うん、はい、うん、なるほどね、はい、うん、ほう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 、で企業でここでつながるっていう、うん、はい、そうですね。普段さ、どういう生活してんの。普通に学生してんの。あ、学校行きますよ。行かなきゃいけないのは行くけど、うん、行くのはその体育のフィットネスの授業っていう、こう筋トレをする授業があるんですけど、うん、それと、それはもう完全に体への投資だもんね。そうです、そうです、そうです、それもめっちゃ大事だから、うん、行くし、めっちゃ大事、めっちゃ大事、うん、あとゼミはまあ行かなきゃいけないので、ね、そうですね。やけきなのね。そう、4人の中の1人として。4人なんだ。あのあれです、グループワーク的なあれが4人で、いやマジでもう超辛い、言いづらい。なんかお前なんだよ感がすごい。あのなんか工学部のガリ勉、あ、そうそうそうです、なんか感じの、うん、あれ六歩はみたいな、私六歩をこう持って行き忘れることがあって、あ、重いじゃないですかあれ。あ、六歩とか必要なんだ。必要なんですよ。でも重いから持っていかないと、こうすごいもうなんか、うわ、また持ってねえよみたいな感じの、怖、貸してあげればいいのね、別にね。誰も貸してくんないですね、まあ、そういう。ただそんなに筋トレしてんだったら持ってもいいんじゃないみたいなところはまあある。こうね。いやいや、別にこうやってやってればいいから、ずっと。いらない。ちょっと面白いよね、六歩で筋トレしてるやつ。すごいね、すごいね。なんか文武両道みたいな。いや、そうでもない。これだけでも。文武両道の鏡。うん。いいね。その人と写真欲しいよ。いや、ああ、なるほど。こうやってやってる写真ちょっと欲しいとかあるけど。とか、まあなんかそういう学校には行きます。学校には法学部で、法学部で、セミとかは行ってて、はい、で体を鍛えていて、で何してるかなと。でラオスで、ラオスエシカルファッションの起業をしたいって。ラオス、日本で。ラオスのものを売ろう、うん、ラオスってわけじゃないんですけど、でそのものをこう作んなきゃいけないんで、うん、最近はそういうなんかいろんな、それこそその11月とかからなんですけど、うん、いろんな起業家の人とか会いに行ったりしてますね、うん、業者さんに行ったりとか。あ、そういう準備をしてるわけね。まあそうです、いろいろ考えてやってます。なんかこういつ頃こう世に
出るかですか。出たりするみたいな目標があって、ね、いや目標は、うん、今現在あるのがその8月末には、うん、もうプロダクトを2つ発売している状態でいたいっていうあれがあります。なんかグッズがね、グッズです、グッズ。そうミチカデザインの、そう、あ、私はじゃない、デザイナーも探して、 あれですね、見つかってみたいな。へえ、なんでそのエシカルエシカルファッションですか、うん、そこ掘ってくれるのすごい嬉しいんですけど、なんかファストファッションめっちゃ好きなんですよ私。そうです、これとか、あ、そうです、これとか、あのザラのあれの系列みたいなとか。ファストファッションっていうのはこうエシカルファッションの逆な、逆みたいな、まあまあ、ういうまあ逆、まあ、とまでは言っちゃうとちょっとあれかもしれないんですけど、ファストファッションって要するに回転が早いからファストなんですけど、そのまあ、流行りの回転を早くして安く大量に同じようなものをみたいなって感じ でそれがめっちゃ好きで超買って使ってたんですけど、うんうん、まあ、そろそろいいかも、うん、そう、なんかその弊害的な部分を知ってしまって、なんか一個事件があったんですけど、バングラデシュの縫製工場がもう法廷だと2階建てで届けてたのが、まあ、5階建てとかだったのをこうミシンとか振動あるじゃないですか、あれで全部崩れて人が千何人だが死んだみたいな事件があったんですよ。史上最大の人災って呼ばれてる事件が、結構2012年とか13年とかかな。ちょっと待って、ミシンの振動で家が崩る、建物が5階だったんだよ。建物だったんだよ。そうです、あの違法で3階こう増築してあって、あ、そういうこと。そうです、全部亀裂が入っちゃってミシンの振動で全部マジっていう事件があったんですよ。で、え、ありえるって思うじゃないですか、うん、それ全部この私が着ているこの服を作るために起きた事故だとか思うと、なんかうおーみたい なんか生きててすいません感がすごくて、感受性の塊じゃないですか。いや、まあ、でもそれもあるし、あと逆になんかなんだろうな、飽きてきたみたいな、その買い替えることも飽きたし、うん、何をやってるんだろうみたいな、本当に自分の欲しいものはどこにあるんだろうみたいな、そういうあれもあるしみたいな、そうですねっていうとこから、うん、なんかそうじゃないのファッションをっていうですね。へえ、ちょっともう要素が交通渋滞を起こしてる感じが、ね、これタイトルになるほどね。でもそっか、で起業なんだ。そうです、なんかその、うん、運動結構あるんですよ、賃金を上げよう運動とか、うんうん、あとなんだろう、まあそのファストファッションのブランドの中でもエシカルラインみたいなのが出てたりとか、結構最近そういうのあるんですけど、うん、なんか結局やっぱ資本主義的なところで動いてるから、うんうん、なんかめっちゃ成功したエシカルブランドが一個できたら、うん、みんなそれを真似するじゃないですか、うん、だからなんか運動して訴えかけてやってください、うん、お願いしますみたいにやるよりか、うん、自分これで大成功したんですけどどうすかみたいな感じでビジネスモデルを作ると、うん、なるほどね、自然とみんなこうなるんじゃないかな、うん、売れるからそうなるっていうね。そうです、そうです、自然にそうなる方向で勝ちたい、うん、そう勝ちたい、システムを変えて勝ちたいみたいな、うん、なるほどな。いつ頃からその起業したいというのは。去年の10月11月ぐらいですよ。え？え？あ、そうなの？そうです。じゃああのタイミング。いや、本当あの頃、ちょうどあの頃みたいな。ああ、で思いついてそのままみたいな。そうです、そうです。あ、ユーミート様が募集してるよみたいな。しかも1名だったじゃないですか。様様付けって、ね、そうです、そうです。あの限定1名引っかかったらいいなくらいのあれで送りましたね。繋がってるね。そうです、足と頭。はい、ちゃんと応募しました。なるほどね。なるほどね。何も分かんないんでね。最初は足を動かして、うん、こう環境、風を浴びる的な。風を浴びる的な。いや本当だって黙ってたらあんなでっかいところ入れないじゃないですか、起業家が集まるフェス、めっちゃすごかったんですよね。すごかった、でかかった、でかかった、テレビとか来てる。そう、確かにね、道香さんどちら出身なんですか。じゃ長野です。長野です、長野です、うん、長野どちらですか。真田丸の上田ですね。あ、そこでサマーズ、サマーズ上田、あのサマーウォーズ、ああ、そうです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 、舞台が、はいはいはい、
あんないい感じなん、いい感じですよ、本当に河原とかあんな感じですね。あ、いいな。です、うん、なるほどね、なるほどね。こう結構野山を駆け回るタイプの少女。あ、そうですね、野山はそうですね。柔道やってたの。そうです、そうです。やっぱりこう、え、柔道どれぐらい強いの？いや、全然強くないですよ。一番上の成績を言っていいですか？高校、中学高校で長野県の2番でした、うん、強いじゃん。強いじゃん。でも大学がちょっとあれなんで。中高長野県の2番って言ったら、うん、100には入るところだよね、全国で。いや、どうですか、まあまあまあ、大体ね。大体ね。おぉ、確かに、はい、うん、いいでしょう、うん、すごいよね。なるほどね。いやここだって想像できないじゃんね、この状態からか全然背負い投げみたいな、一、うん、回投げられたい。うん、休憩中に、うん、そう、その辺そう、ね、ちょっと柔らかい場所はないけど、うん、なるほど、なるほどね。いや、いろいろ持ってるよこれ。なるほどね、しっかりファッションね。なるほどね。パワーもあり、あります。スピードもあり、スピードなるほど。ハートもある。はい、ハートありますね。ああ、それめっちゃいいまとめで、あれ、あ、もうできた。もう出た。あ、なるほどって思っちゃいました。なんだろうね、まとまりがつかないっていうのはよく言われますね、うん、あ、うん、なんか、まあ、でもそんな簡単にまとまっちゃったよね、まあ、まとまんないですけど、ね、そういう趣旨の番組だから、ある意味、まあそうね、まとめんなっていう、うん、ちなみになんかそのエシカルファッションって、うん、あのこう企業みたいなところじゃないですか、はい、なんかそのエシカルってまあ言うてももうなんか 5,6 年前ぐらいから、うん、あのエコとかのブームあたりから割と一分野で来ててたなっていう感覚を覚えてるんですけど、うん、なんかこう なぜその起業す、なんかこう起業する、なんかこうどっかに入りたいみたいなところっていうのは なかったんですか、なんかこう。ああ、企業、既存の企業でですか。既存のこうエシカルのところってまだもうなんかだいぶここ何年かでいろいろあるなっていう。ありますね。なんかその2012年頃にエシカルブランドっていうのが一気にこうボコボコボコってできたらしいんですけど、うんうん、それがみんな客層が同じで、しかもこうやってる人たちがほとんど一人でやってるんですけど、皆さんその界隈ですごい仲良くなっちゃってて、でしかもお客さんもこう例えばこのブランドから入ったけどこれもいいねこれもいいねみたいな感じで、すごい層が同じだから、なんだろうな、私その層じゃないんですよ正直言うと。その層じゃない、その層、まあなんか多分30代とか40代とかのおば様みたいな余裕がある人たちのところからエシカル、特にファッションとか入ってると思ってて、だからそうじゃないもっと若い層というか、本当にファストファッションを消費してる層にはまだ届いてないんじゃないかなみたいなところからですね。だからなんかこう、なんだろう、感情に訴えかけるっていうよりは本当にいいもので勝負したいみたいなのを感じるよね。そうなんですよ、若い人はそういうなんか余裕がないですからね、全然いいものだからっていう。面白い。なるほどなるほど。そろそろ、そろそろですか。そろそろ書かないといけない僕ら。なるほど、うん、あ、で今週からあの初システム、これ、はい、書いてる間はあの宣伝してってください。宣伝何でもいいんで。なるほどなるほど。何でもいいんで、なんか それ使ってなんかサイト出してくれてもいいし。おお、うん、あ、わかりました、うん、OK です。うん、オッケーオッケー。何でももう あなたの好きなようにちょっと時間を稼いでてください。かだから、はい、CM 入りますみたいな感じで。そう、 CM 入ったことないけど。はい、はい、わかりました。じゃあちょっとシンキングタイムで、これで僕がこう書けばいいんですね。書けばいいんで、書けば、はい、うん、え、じゃあもうこれ宣伝していいんですか。あ、ぜひぜひ。あ、これですね、はい、これかな。あ、はい、はい、どうぞどうぞ。はい、じゃあここからすいません、じゃあちょっと落ちこぼれ東大生起業で調べてください。するとするとこのなんかポップな感じなんですけど、かわいらしい。はい、これ私のブログです。なんだろうな、その1月頃から始めたんですけど、まあなんか日々そのいろんな人に会いに行ったりとかしてるので、その記録をと思ってラオスに行ったこととか、
あとホリエモンの公演聞き行ったよとか、ユニクロの CSR 部に突出したよとか、結構、まあ、結構面白いと思います。やってることは面白いんですけど、まあ、書いてることは、まあ、日記ですね。でなんか読者数が増えるとあのランキングが上がって純粋に嬉しいので見てもらえると嬉しいです。なんかコアなファンが結構割といて、なんだろうな、どこで知り合うってこともないんですけど、たまたま知り合ったおじさんとかがホーム画面に登録してますみたいな人とかはいるので、まあ何かの役に立てばと思いますが、読んでくださいって感じで、どうですか？いいっすね。はい、ただ白紙なんで彼はなんで見入っちゃったボケってあーこれめっちゃあれだな。今日ですね、ちょっと毎日更新しようと思って、その1月末ぐらいからやってるんですけど、最近はモチベが低い。毎日大変だよね。そうなんですよ、大変なんです。そんなに、なんか毎日人に会いに行くっていうか、今日はゼミで終わったなみたいな日とかも最近あって、まあ悔しいんですけど、まあ、なんか書かなきゃいけないっていう気持ちになって動くっていうのは、そう、それもありますね。あるよね。どっか行かなきゃぐらいの気持ちもあるし。頑張れよ。ちょっと、あ、でも一応まだターンだから。あ、わかりました。なんか喋ります、ね、書き終わるまで頑張ってください。でも俺そろそろ書き終わるから、ちょっとつなぎに一瞬入るから、あ、これはあれです、ラオスに送ったタオルの山。なんかラオスの旗織りしている工場というかセンターがあるんですけど、そこが併設してる幼稚園保育園があって、まあ、なんかとにかく物がないと、何でもいいからなんか使えそうなものはもらえればありがたいみたいな感じで、この間そのラオス行った時に言われたんで、ちょっと実家にあったタオルをありったけ送れと、で送ってもらって、あとちっちゃい頃読んでた絵本とかも一緒にラオスに送りましたとですね。あ、この絵文字がめっちゃ気に入ってます。知らねえなんかキモいシリーズがあって、この絵文字めっちゃキモい。あのさ、女の子のさ、はい、キモいもの好きってあれ何なの？なんすかね。なんかさ、小人図鑑っていうさ、あー、あれは無理無理。あ、そんなキモいのそんな好きじゃないんですけど、なんかさ、一周回ってキモいが可愛いみたいな、あ、ありますキモ可愛いみたいなのあるじゃん。てか、そのなんか可愛いの概念ってなんすかみたいなあったじゃないですか。 あれすげーなんか最近考えてて、私すぐ可愛いって言っちゃうんですよ。ちっちゃいものは可愛いし、ちょっと鮮やかなものは可愛いみたいな、キモいものも多分どっか含まれる部分があって、難しいですね。可愛いの概念、可愛そうなのかな。いや、そういうわけじゃないですよ。なんか見ていたいとか、心惹かれるとか、そういう感じ。おかし、そう、おかし、もののおかし、おかしですね、本当に。すごいスクロールしてくださっ て、なんかこれめっちゃ大変って苦情が来て、なんか前はもっと行間が空いてたんですけど、なんか指疲れるわみたいなこと言われて詰めた方なんですよ、これ。でもそれちゃんと言ってくださるのはありがたいね。あ、そうなんですよ。それしかも言ってくれたのが妹の友達、全然関係ないんですけど、すげえ正直に言ってくれて。 ちなみにもしよかったらユーミーと出張版の方をご案内していただける？あー、そうですね、はい、ユーミーと出張版。そう、私もそうなんです。せっかく書いてるんだし、それをまとめた感じの記事をさ、うちで書いたらっていうふうにお願いして書いて、2回ぐらい書いて、あ、今日そうじゃん。あ、そうだ、今日公開です。今日公開しました。見てください。1個これだ、ね、めっちゃトップにこれですね。そうだよ、だって今日分だもん、これ。どうやればいいの、これ。こうかな、はい、はい、これはあのメロンパンフェスティバルっていうのがをやってる人が東大にいるんですけど、うん、その人と対談した記事になります。うん、どっちもそのエシカル、そうです、エシカルの消費で意気投合して話すことになったんで、そうなんですよ。私が書いたそのブリッジフェスっていう時のレポートにこの方が、あのメッセージをくださって対談に至るみたいな、うんうん、実はもう3記事書いてるからね。そうです、そうですよね。素晴らしい。これです、本当まさに無意識に誰かを傷つけるシステムを書いて。ちょっと頑張って、どうしたの、エシカルの綴りもしかして実はね、エシカルCAL、CAL、 あ、CAL、 LL です、うん、聞いて、ラジオ知らんで、ちょっと待って、それは頑張って、
シカル、エシカルね。エシカルね。はい、ひたすら宣伝してるから、うんうん、もうほとんど俺も結託して宣伝しちゃったから今。ありがたい。こんなに時間をいただけるなんて。ちょっと別の話しようか、そしたら。別の話。なんかありますか。あ、もう一個、うん、私があのエシカルに目覚めたというか、まあ、目覚めたって言ってもまだ全然あれなんですけど、うん、ちょっと気にするようになったきっかけが、はいはい、なんか私アパレル店員を始めたんですよ。長野から出てきて東京で、マルキューがめっちゃ好きだったんで、うん、マルキューでやりたかったんですけど、マルキューのバイトって8時間週5とかで、うん、いや学生だしみたいな、ガッチガチに縛られる。そうなんですよ。だから、あ、無理じゃんってなって。それ正社員じゃんね。いやでもバイトなんですよ。なんでかっていうと、うん、まあ払えないから。そんな正社員分のお給料。ファストファストファストというか、まあアパレル基本的になんか待遇悪いのがあれなんですけどね。分かんない、もう分かんない、 OK です。あ、分からなくなってきた。もう分かんないです、 OK です。はい、はい、じゃあどうする、これからいく。うん、はい。じゃーん、じゃん。好きなものを好きでいるために、パワースピードハートの三拍子、ちょっと盲信ガール道か。おー、なるほどね。いこうかな。すごい、うん、いいっすね。もう全然もう分かんなくて、うん、もう、え、いやファッションの続きちげえし。本当だ。あ、S か。いや、エシカルに引っ張られちゃったわ。うわ、ファッションって SS? H、S です。ひどいな。 S、H、L、 あ、OK、OK、 ひどいな。これで合ってますよね。これ合ってる。え、これ違くない。え、あれ、え、なんか分かんなくなってきた。別サイド崩壊みたいになって。あれ、ファッションもういいよ別に。ちょっと待って、ファッションってさ、なあ、いや、その前にさ、なんなの、そのもうそれテーマでしかないじゃん。ちょっと待って、ファッションってさ、あ、合ってるわ、あれ。いや、合ってたところでっていう問題があって、うん、ところで、はい、本でなんやねんみたいな。いや、なんかある言うこと。いや、なんかこう、うん、いいよさ、うん、逆に したこれいい、逆になってないか。逆にはなってないよ。あ、なんかこう、いや、ミチカとエチカをかけたのね。あー、なるほど。エシカルのエチカって、倫理学ってエチカって、あ、で、ミチカだったから、あ、似てるなと思って。なるほど。あの、E をちょっとこうふにゅってやればこう M っぽいから、こうミチカ的ファッションとエシカルファッション的なものをかけたってだけです。だったらもう M でよかった気がする。あミチカルファッションでよかった気がする。ここ、うん、あ、ミチカルファッション、うん、ここ、うん、あ、ミチカルファッションでよかった、うん、なるほど、なるほど、なるほどね。いや、なんかこう、あ、それめっちゃいいな。お、逆転か、これは。マジで。なるほど、なるほど。そうそう、なんか音が似てるなと思って。すごいキャッチーな感じだし。そうなんですよ。そうですね、そうなんですよ。一応そのどっちかを選んでいただかないといけない。なるほど、はい、え、じゃあもういいですか。はい、どうぞ。デレレレレデレレレン、こっちです。ふざけんじゃねえぞ。頑張った人が報われない世界。やっぱりね。全然エシカルじゃない。全然エシカルじゃない。やっぱり。やっぱり、ね、すごい。でもなんか心、なんかキャッチーじゃないですか。うん、だからこう、一、うん、回言われて覚えちゃうみたいな。うん、あ、ミチカルファッションがいいなって思います。あ、ミチカルファッション。ミチカルファッションめっちゃいい。それ俺じゃんだって。ミチカルファッションは。コピーライター。マルシー俺じゃん。これはね、勝ちじゃないよ。いや、これはね、引き分け。いやー、よかったよかった。よかったよかった。いやー、満面の笑みしてやるんです。はい、というわけで、あなたにタイトルつけますのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ふざけんじゃねえぞ、マジでよ。いやー、よかったよかった。全く、うん。やっぱね、変にこねくり回してもね、やっぱり。そうですね、簡単の方がやっぱこう、きますからね。やる気ねえだろ。人が、あ、いや、よかったよかった。でもなんか、あの、そういうブランド名とかに使えそうですね。あ、めっちゃいいなって思いました、今。ちょっとこれからに。でしょう。はい。行かせていきます。どうやマジで。シュートしたの俺だから。だって完全にさ、ね、えってなってたじゃん。最初ね、えってね。うん、最初やっぱ、えって思わせるの大事じゃん。確かに確かに確かに。やっぱり、えって思わせて、意外と、
いいとこうグッと腹立つわ腹立つわ映画化ファッション映画化のねジャイアンみたいな知らねえよもう、はい、次行きましょう、ね、はいじゃあ次行きますか、はい、あの僕の勝ちが決まったところでやかましいんだ次はこちらですはい朝読みニュースイエーイはいねそんなじゃあ今日みちかさんとやっていきますか、うんうん朝読みニュースはですね今日のね、うんまあ、朝刊だったり今週あったニュースを、うんまあ、紹介して、うんなんかいろいろ喋るというコーナーになっております、うんはい、今日は何かありますか私からいいんですか、うん、はいはいなんかあれですね29日に全日本の柔道全日本選手権柔道の全日本選手権っていうのがあったんですけど柔道話です、うん、私はこれ見に行ってないんですけど、うん、でしかも私柔道見るのそんなに得意じゃないんですけど、うん、寝ちゃうとかねいろいろあるんですけど柔道寝ちゃう やるときは寝ないよやるときは寝ないですよ見てるとやってるときに寝てるやつ何なんですかすごいですけどね寝技がめっちゃ強い、ね、寝始めるとある意味寝技そうそうそうですね、うん、それでこれ原沢さん原沢さんが優勝した優勝したというなんか原沢さんだっけちょっと小地谷です小地谷さんえひあ引いてもらってもいいですかあ小地谷さん大地谷さんが代表は原沢さんで決まってるんですけど、うん、優勝したのが大地谷さんあなるほどなるほどで大地谷さんの、まあ、ちょっと小話なんですけどライバルって言われてた人が今東大にいるんですよ、うん、東大柔道部にむっちゃ強かったんですよなんかだもうオリンピック候補って言われてた人なんですけどまあいろいろあって今そうなそんな言ってないんですけど、つらそうなんですでもすごいんですよその人二浪までして東大入ってで柔道もやってたっていうめっちゃすごい人で取材しようあいいと思いますもうすっげえですよ超でかいですもん、うん、キャンパス行ったらあってわかる取材してはいはいわかりましたごめんなので東大にね、うんうん、そうですいらっしゃると、まあ、それは全然あれ関係なくて、まあ、この中あるじゃないですか。でこれなんか全日本選手権だから全国のニュースになってるんですけど、うんまあ、柔道ってそうは言っても結構ちゃんと試合あるんですよ、うん、でもこうメディアが少ないし見てくれる人も、まあ、見てくれる人っていうか少ないで、うん、それは日本だけで、うん、フランスすごくて、うん、なんかフランスって柔道の先生っていう骨格資格があるんですよ、めっちゃすごくないですか、でなんかむしろフランスで日本じゃなくてそうですで柔道人口もフランスの方が多いしそうなんだそうなんですでなんか道場調べてもこう出てこないんですよネット上でだから日本のその柔道のなんか現状を嘆く的なコーナーですコーナーですはいそうなんだそうですねだからなんか年にまあでもオリンピックとかあればあれですけどね、それぐらいしかやっぱ出てこない柔道俺あの柔らあ柔らちゃんはい、うん、漫画ですかうんだけなんか家にあったから読んでたな私も俺柔道部物語を読んでたよおお知らない知らないですあ知ってますよ知ってますけど読んでないあそういうあのドカベンがなぜか最初柔道っていうああそうだねそうだわ野球なのに、うん、なぜか柔道してるみたいな柔道ってぐらいしかあんまりそうマイナースポーツっぽくなって、うん、なってしまってるのはね、でも中学ではね やるよね柔道ああそうですねあれ教育課程 ね、うんうん、やったねこう受け身取る、ね、そう何が楽しいねと思いながら、うん、いや楽しいですけどね、うん、柔道楽しいんだえ楽しいですよ痛くない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 あ受け身なんだやっぱりそうですそうですパーンってやるでしょあ、まあ、痛いですけどね、うん、ある程度痛いのうちに入んないみたいな痛いやつ俺もう痛いの嫌だし、うん、ダンスしてたもんダンスあ選択ですよね、うん、そう女子ばっかいるみたいな男子は一定数いたけど柔道の何どう面白いの柔道っていうのはなんかやっぱ投げたら楽しくないですか投げたら人が飛ぶしそうなんかしかも私陸上を最初やってて最初っていうか、まあ、小学校は遊びみたいなもんで柔道やってて、うんちょっと真剣に陸上走り始めて陸上って走ってる時にこうなんか考えることがないというか走るだけじゃないですか要は、まあ、別に陸上を非難してるわけじゃないんですけどとかと比べると柔道ってめっちゃ頭使う競技だしそうなんです全身ですそうですえ頭使って何を考えてるのめっちゃ頭使いますよだってなんかこう今こういうふうに足がある立ってるからこっちの足をチョンってやったらこっち避けるからこっちに体重が移動するからこっちの足を刈るとかあそれをパパパパパってやってるのそうですそれを考えながら練習して
で身につくまで練習して考えないで出るようにするみたいなとこまでが柔道っていう、すごくないですか、めっちゃ深いんですよっていう良さ。じゃあなんか詰将棋的な感じもあるの？あ、まあそうですね、駆け引きで、こう予測するんだ、こうやったらこう来てこうで、そうです、そうです。でなんかそうですね、寝技とかになると本当になんかフランス人は寝技はチェスだみたいなことを言ってて、なんか力とかじゃなくて、ね、そうなんですよ、寝技はチェスだ、寝技は寝技はチェスで、あ、詰んだってなるわけね。そうです、詰まされるわけね、どっかで、そうです、一手間違えると。そうなんですよ、本当一手一手って感じですからね、面白いね。いや面白いんですよ、だからそこまでやったことなかったわ。そう、なんかプロモーションが下手というか、柔道業界の人がね、もったいないなと思うんですよね、うん、それも書こうか、はい。プロモーションで、ね、もうちょっとね、まあ、そうそうなんですよ、だから IT 化したりとか、うん、本当ね、フランス人にこんな人気なんですよとか言ったら、やっぱ外のもの、フランス人が好きって言ったら日本人も好き、逆輸入的なね、そうそう、うん、だからそう、そう、もうちょっとなんかないんかなみたいな、なんか金髪のこう美女がやってたりするとすげー、やってますもん、全然マジでやってんの、やってます、やってます、それはいいね。あれ、柔道って日本の、あ、そうですよ、日本初、あ、そうなんだ、そうです、あ、そっか、こんなやつもいるんだよ、だから日本のもんだとも分かんないよ、すごい、いや、そうですね、なんかフランスで流行ってるっていうから、あれなんかヨーロッパだったの？と思って、少なくともアジアでしょ、多分アジアか、あれはどう、こういう感じは、こういう感じ、こういう感じは、雑談なんだ、なるほどね、なるほどね、そうか、はい、っていう、まあ、こういうニュースでたまにこう、はいはいはい、わっとはなるけど、まあ、もうちょっとこう普段からね、そうです、もうちょっと、うん、なんかね、表に出てほしいなっていう、確かにね、気持ちです、はい、はい、なるほどね、いいですね、うん、じゃあもう一個言っときますか、あ、はい、あの朝日新聞のですね、はい、この、東京五大学合格大半が首都圏校っていうのがありながら、同時にここ3面って書いてあるけど、3面っていうのを見ると、それと、まあ、逆のことをもう一回書いてて、逆っていうか、地方の受験生進む東京離れっていうのをね、うん、両方書いてるわけですよ。それは最初のやつは、うん、だから東京の五大学に行くのが大体首都圏の人ですよっていう、うん、東京の五大学っていうのは どこ大学って、確かになんかマーチは知ってんだけど、東大、総計、東工大、東大、東工大、一橋、総大、慶大、慶大って慶応ってこと、あ、じゃあ、東大、一橋は国立だよね、うん、東工も、あ、東工もか、うん、で、早稲田慶応、うん、まあ上から 5つって感じなのかな、が大半が首都圏高校の、首都圏の高校の人が合格していると、うんうん、これ1986年だと 53% あ、半分ぐらいしかだったのに、でそれでも半分なわけだよね、首都圏がね、うんうん、72% になっちゃってるって今、おー、はははははは、まあ、首都圏って言ってもね、まあ、埼玉、千葉、神奈川を含んでるんだけど、うん、まあ、人口比で言ったらまあ結構いるからあれだけど、うん、ね、うん、っていう、なるほどね、でか、ひめくれば、うん、まあそのやっぱり地方の人、高校生が首都圏に出てきてないと、うん、そうそう、なんかそれがね、あのやっぱり一人暮らしが大変とかさ、そういう理由なんだ、お金のところでね、あ、地元志向って書いてある、地元志向って出てる、本人は地元がいいってことですか、仕送り負担、少子化、地元志向、うん、まあ、だからやっぱりなんか子供もいないしさ、うん、寂しいし、地元にいてほしいとかさ、なるほど、ともあるんだろうね、うん、うん、確かにね、確かにね、まあ、そういう意味ではそもそもなんでわざわざ東京組んだりまで出てきたの、僕たちみたいなのがあるよね、あ、確かに、なんで出てきた、まあ、え、みんな地方だよね、地方ですね、うん、長野だよね、僕北海道で、愛知、うん、え、なんで、でもなんか2人はなんか分かりやすそう、ほう、出てきた理由が、だってもう東大以上の大学がなかったっていう理由だったら、そういう意味ではそうかもしれない、そうです、なんか目標でもありますね、東京に行って東大に行きたいみたいな、え、なんで、ちなみになんでこう首都圏校っていうか東大とかってあるの、俺はまあなんかせっかくやるなら東大みたいな、ああそれです、あ、高校受験をってこと、まあ、あ、大学受験か、せっかくって言っちゃった、うん、うん、せっかくやるなら東大と、ね、1回しかない大学受験、うん、そうあ、だから普通みんな名古屋大学とかに行けば万々歳じゃないみたいなところがあって、うん、あ、愛知だ、俺も全然そんな望ん
ね、望むべくもないというか、あ、そんな、ね、名古屋大学行けたら十分ですよと思ったんだけど、ずっと部活やってて、3年生ぐらいになる頃にはその引退とかも近くなると暇になってくるわけよ、うん、でそうするとなんか勉強しようかなみたいな、暇だしみたいな感じになってきて、周りもやってやり始めるしね、うん、で やってったらなんか今まで勉強全然してなかった分、うん、すごい余裕があるというか、あ、なんかまあそれはそうでしょみたいな、それはみんな俺よりできるでしょ、うん、俺ずっとやってなかったんだし演劇ばっかしてたしみたいな感じで勉強してたら、なんかいけ、なんか一応狙えそうな感じになったから、せっかくだし攻めるかみたいな感じになったかな、すげえ、で、うん、受けたら受かっちゃった、見せて見せてやる僕は腹立つ顔したな、ごめんなさいね、当然かちゃったっつって、いや本当にいいねいいね、いやいい、そのぐらいが気持ちいいわ、瞬発、ね、瞬発力、なるほど、ね、はい、え、みちかさん、いやー、やっぱ私はやっぱ東京行きたいなっていうのが始まりです。あ、東京行きたいな、そう、東京に行きたいみたいな、東京、やっぱ長野にいると東京にあって長野にないものって目立つじゃないですか、マルキューないし、ね、みたいな、可愛いお洋服東京にしかないでしょみたいな風に思って、東京に行きたいみたいな。実際そんなことある？島村とかしかないみたいな。いや、ありますよ、今はありますけど、うん、まあ、それなりになんか郊外のショッピングモールみたいなのがあるけど、まあ、当時はね、てかやっぱなんかそうは言ってもこう2番線地3番線地みたいな感じがあるじゃないですか、東京が、東京から来てるんだったら東京に行きたい、カッティングエッジな、そうですね、あ、やっていきたいと、はい、ちなみにその中でもなぜこう東大だったの？いや、東大ってやっぱ憧れませんか？いや、憧れる憧れる憧れる、いや、ただそれですね、うん、それですね、東大法学部、法学部、法学部は憧れてなかった、いや、文学部に行きたかったんですけど、うん、なんかまあせっかくだから、あ、せっかくだから、あ、せっかくだから、せっかくだからっていう、なんか、あれ、なんか違うの、法学部と文学部って、あの、受け、私浪人なんで2回受けたんですけど、うん、1回目受けた時は分散で受けて、分散っていうのは法学、じゃあ文学部に行く、うん、あ、分散で、で点数が分散が一番低いんですよ、通常は、文化3類、文化3類、うん、で文化1類、あの、その浪人、せっかく浪人したんだから、うん、受けるんだったら、うん、今度分散じゃなくて文化1類受けようと、うん、一番上を目指そうってことで、うん、受けましたと、下受かりましたと、ありそう、そういうことですね、そうですね、地方でありがちだと思いますけどね、せっかくだし文字いっとけよみたいなね、そうそうそう、なんだせっかくだし、せっかくだし、せっかくだしの闇は早く話したいな、あれで、文一行ったら六法全書忘れるしますそうそうそういや本当になんか向いていないことにあったことで、ね、やっぱり気づくっていう、なるほどね、せっかくだから大事だけどね、せっかく、もうせっかくでやられてしまった感は確かにありますね、あ、まあでもそうかそうかそうか、ちなみにヘルメはどう、僕はもうシンプルで、うん、お父さんが 東京行けって言うから、え、なんで、珍しいお父さんですね、普通になんか俺はもう俺は電車に乗るのが嫌いだったから、一番家の近くにある大学に自転車で通いたかった、うん、通おうと思ってたんだけど、うん、なんかあの俺GO っていう小説が好きなの、あの金城和樹っていうフライダディフライとか映画化されたけど、GO、うん、ってあのね、G.O. って書いて、窪塚洋介が金髪の映画なんだけど、うん、あの柴崎コウと窪塚洋介のこういうすんごいかっこいい、このもう俺はもうあの蔦屋にこの小説がこのね、うん、これが帯でさ、ちょうど映画化されてて、国境線なんか俺が消してやるすごいかっこいいセリフが多いんだけど、あの在日韓国人の子が、うん、日本の高校に行くっていうお話なんだけど、でそれまではこうなんか軍隊みたいな朝鮮学校に、うん、日本の朝鮮学校に行ってて、うん、で日本の学校行くっつったらこう友達からめっちゃいじめられたりとか、うん、先生に怒られたりとか、うん、で受験勉強めっちゃ頑張るみたいな、こういうすごいいい小説、うん、俺大好きな小説があって、それがこうリビングに置いてたの、俺高校3年生の時に、うん、で俺大学受験の勉強11月ぐらいまでやってなかったの、強いな、すごい、でもう適当に生きてたから、逆にすごいよね、うん、それで芯がないと無理だよ、うん、でぼーって生きてたら、うん、これ読んでてリビングに置いたら父親が見るわけよ、うん、でこの窪塚が、うん、日本の高校行く前に父親が、うん、その窪塚の父親がね、うん、主人公の父親が広い世界を見ろっていうセリフがあるの、うん、お父さんがこの主人公の、うん、息子にね、うん、それを丸々俺が置いてた小説を父親が勝手に読んで、それを丸々俺の父親が俺に
言ってきたの、広い世界を見ろって。どうしたと思ったんだけど、で聞いたこと、とりあえず東京行けって言われた。へ、で、おっってなって、東京のなんか俺が勉強してない偏差値でも受けれる大学の中で、でさらに窪塚がノルウェー人の女の子と結婚したいっていうくだりがあるの。俺はもうノルウェーに行ってノルウェー語を覚えてノルウェー人の女の子と結婚して可愛いハーフの子を産んでっていうすごい可愛いね、あのセリフがあるんだけど、俺は単純にそれに影響を受けて、俺はハーフの子供を産みたいなと思ってよしと思って、ハーフの子供を産むにはまず外人と出会わないといけない、可愛い外人と出会おうと思って、可愛い外人と出会うには英語を喋らないといけないだろう、よし国際系の学部に行こうって、英語の偏差値5教科の中で一番低かったんだけどで受かったところが駒沢のグローバルメディアスタディーズ学部ってとこだった。親子揃ってすごいよ、お前ら。そう、ゴーがもう金城一樹色に染められちゃってて、もうその時は影響のさ受けやすさがさいやすごい、いや見て見て、いやほんとかっこいい、ほんとかっこいい小説だよ、ほんとこんなに可愛らしい感じになる、なんか人生をなかなかないよ。そうですね、すごい、すごいかっこいいんですよ。どうぜひ見てほしいです。それはさ、ゴーがすごいのか、そっちの頭がすっからかんなのかっていうのは結構議論すべきところ。やっぱり金城一樹さんが。あ、そう。やっぱりいい。ちょっと今度読んでみて。そうね、俺がハーフ、ハーフと結婚したいみたいな。いや、すごいかっこいい本なので、ぜひ。じゃあ皆さんもよろしければね。うん、あ、まだそういう事件が、はい、あの起きる過程もあるという、うん、進路選択においてまあでもいろいろごちゃごちゃ考えるよりもこうシンプルにあった方が分かりやすくてね、問題は起きなくて、ね、そう、ゴーのせいじゃん全部そう、おかげですよ、おかげ、ゴーのおかげです、はい、朝読みニュースしてたのに、うん、まあ何でしたっけ、そういう、いろん、うん、でもね、そうだから 50%70%、うん、に増えたけど、うん、そう、で皆さんでもいろんな選択の仕方をしていると思います。そう、ね、このようにこのようなやつはなかなかいないと思うけどね、さすがに。そうそう、あ、面白いですね。そんなとこですか、じゃあ、はい、はい、じゃあそんな感じで朝日ニュースは、はい、ということで、じゃあ一旦1時間ぐらい経ったので、はい、休憩5分入って後半入っていこうと思います。はい、お願いします。一旦休憩入ります。はい、
はい、はい、今日もやっております。その20代、はい、僕たちに月曜日は来るのか行きましょう。今日のゲストは、上原美智香さん、はい、にいただいてます、はい、よっしゃ。じゃあ後半行きましょうよ。行きますか、はい、最初のコーナーですね、うん、後半最初のコーナーはこちらです。世界を良くするグッズシングス。イエス、イエーイ。あ、じゃあメールもいつもお待ちしております、はい、ぜひお願いします、はい、このコーナーはですね、うん、まあいいもの、うん、あるよね、あるよ、あの服もそうだし、うん、ペンとかね、うん、いろいろありますけども、うん、でいいものはまあ自分で多分使ってて気持ちいいと思うんですけど、うんうん、まあ、もしねそんないいものがあるならまあ周りにもね、うん、紹介すると、うん、意外とこう周りの方もね気持ちよくなっちゃうかな、はいはいはい、でそうなっていくところでいつの間にかこう世界全体がちょっといい方向に向かっていくんじゃないかと。ちょっとだけでもね、なるほど、なるほど、小さい希望を胸にやってるコーナーです小さな小さなね、小さな、はい、革命ですよね、うん、ということで今日はゲストの美智香さんに、はい、紹介してもらいたいと思います。いいですか、はい、うん、はい、どれにしようか。じゃあこれかな。これはペンケースです。おお、はい、あ、なんか綺麗な色。綺麗ですよね、うん、これ全部天然染めで 100% シルクです。しかも手織りです。すごくないです。ちょっと管理が悪いんですけど。おえー、そうなんですよ。これもそれもです、うん、ほうほうほう。天然 の、 あの草木染めっていうんですけど植物の色ですね、うん、で糸を染めてこうパタパタ折って、た布をこう手で縫ってっていう。手で縫ってミシンじゃない？ミシンですけど、手ミシンでこうですね、はい、すごいかかってるじゃん。そうなんですよ。これでそのラオスの、うん、あれですね、この間行ったそのセンターで買ってきたんですけど。ラオスの人が。そうです、ラオスの人が作ってる。しかもそれ職業訓練センターってとこで、うん、職業がない女の人がそこに行くとこう縫えるようになる、折れるようになって縫えるようになって商品が作れますよっていうとこです。なるほどね、はい、いいね、っていうめっちゃあれなのですね、これはエシカルですね。そのやっぱりエシカルです。エシカル、ね、はい、エシカルです、これでもすぐもうこれ、いやもうすぐビジネスというか。そうなんですよ、うん、これを売ったらいいじゃんみたいな、うんうん、はい、いやもうでも今考えてるのはちょっとこれだけじゃ弱いから、うん、ここにこう東大のロゴをつけちゃおうっていう、うん、ええー、どう思います？そうだ、杉山さんに言ってなかったんですけど、うん、そうです、そうです、そうです。急に東大で生協に置いちゃおうみたいな。東大のグッズ可愛くないんですよね、うん、だから女子高生があそこいっぱい来るじゃないですか、うん、見学に行った時にパッと目を引くかなと思って。大事そういうのですよね、うん、そうなんです。ちょっとターゲットをそこにしております。若干混戦する感じするけどね。なんか、なんですか、これはこれでいいものでさ、はい、エシカルにこう東大のロゴドーンって出て、よくないですか、東大のだってなっちゃう。あ、まあ、ちゃんとちゃんとつけますよ。これはエシカルだっていうところもあれですし、私のその、うん、ミチカルファッションじゃないですけど、うん、私のロゴもつける、うん、ミチカルファッション、いや東大と その時はなんかちょっといただきたいところあるね。C そうですね、そうです。あ、なるほど、ね、はい、まあ、今思ってるのがターゲットをそこにしようかなみたいな。いや、でも大事だよね、うん、そのいっぱいいろいろ勉強して、うん、いろいろ動いて頑張るのも大事だけど、こういう身近なものからね、うん、そうですね、ちゃんと考えたり自分で選択して選んで使っていくっていう、うん、そうなんです、それを考えてほしいんですよね。すごい味がある感じはするよね、これ。あ、本当です。なんかこのテカリ方があんまりこういうなんかなんだろう、うん、画面を通すとわからないんですけど、手で取ると、うん、そう、なんかシルクっていう感じだよね。そうなんです、シルクの輝きが、うん、あるんですよね、うん、そうなんです。すごい独特な風合いがある、うんうんですね、うん、キラキラしてるんですよ。そうそうそう、はい、ね、いい、なんかでも全然女性じゃなくても男性、僕も使いたい、うん、ね、デザインはいろいろあります。売ったら、うん、あ、売ります。いや、うん、うん、これは普通に考えておくわけ。でもこれ現地で買うとめちゃめちゃ安くて、うん、いくらなんだろう、いや、あのわけわかんないキープっていう単位なんですけど、うん、
250万キープみたいな。250万キープ確かそんな感じだった。相当キープしてるよそれ、うん、相当ね、守り抜いた感じだよね。そうですねっていう単位です。なるほど。え、通貨って言うんでしょ。通貨通貨、日本円にするとわけわかんないとか言わないだろ。250万キープ250万キープ、うん、日本円375円くらいです。インフレしてんねゼロを確か、え、250万でしょ。まあ、ゼロをいくつか取って 1.5 倍すると雑やなあ、それぐらいなんだ。そうです、250万じゃないかもしれないですね、うん、25万かも、まあ、いいや、そこまで、はい、まあ、でもそうか、はい、まあでもこれ250万キープで、うん、そうですか、370円くらい。そうです、めっちゃ安くないですか。しかも手織りで全部シルクで。確かに、でもそうか、これをじゃあ輸入して。そうなんですよ。で人件費もってなってくると、そうそうそう、割といい値段になってくるよ ね、 アパレルってなんかあれです、うん、まあこういう部門が分かんないんですけど、大体 25% らしいです。だから 25% が375円、そこから4倍に加算です。お店で買うとだとちょっと確かに ね、考えちゃうね。そうなんですよ、いろいろ考えていかないと、うん、普通に行っていけるところじゃないかもしれない。これはこれもラオスの布です。これはあの天然染めじゃないんですけど、これもオーガンジーって言って、オーガンジーシルクです。これも大きめのガンジーみたいなあ、すごい綺麗じゃないですか。すごい綺麗。てかこういうスカートを履いた女子大生よく見ません？なんか透けてる素材の花柄の。あるありますよね。それをラオスで作れないかなと思って買ってきたんですけど、これは、うん、あ、これすごい、こんななんか独特なこの、うん、そうです、これ一つ飛ばしで、あ、あんでもない。俺のシャツとの相方がやばいなんなら羽織って帰ったらどうですか。これはストールみたいなもの。あ、そうです、向こうではストールって言ってるんですけど、これちょっとストールとしては使いにくいかなと、うん、だからなんか生地として加工できたらいいなっていう感じで買ってきました。これも手織りです。なんかさ、テーブルクロスとかに、ね、あ、そうですね、テーブルクロスとか、 あとベッド の、 あの足の部分にこうかかってるのがわかります、ホテルとかで。これね、生地的にはそのシルクなんですけど、オーガンジーっていうちょっと固めの、硬いよね。そうなんで、で、あの形をこう維持できるんで、スカートとかにすると綺麗っていう。なるほどね、形状記憶が。そうですね、フレアが綺麗ですよっていうあれですね。これ確かスカート、僕でもこれあれだわ、あのこういうデザインの下着あったらめちゃそそる、うん、やかましいあ、でもありますよね。いや、なんかこうなんていうの、あるこういうの、あ、なんか使ってってません？オーガンジっぽい素材とか。あ、そうなんだ。多分すごい。いや、でもなんかいい具合のエロさ透け感ですか？ちょっと透けすぎじゃないですかね。ちょっと透けすぎちょっと透けすぎ透けすぎる、うん、まあでもなんかそういう攻め方ありだよね。なんか、あ、確かに確かに。高級にするにあたって、うんうん、なんか勝負下着みたいになると、うん、割と金払うじゃん。確かに、そうですね、運命の一着的なあれですよね。そう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 、なんかそういう意味付けをやっぱ持っていくと金出しそうだよね、うんうん、確かに。いや、うん、出す出す、うん、なんかもう、なるほどなるほど、買ってでも履かせたいみたいな。なんていうの、自分で買ってね、なんていうの、こういう、なんていうの、こう、ここがいいんですか。これちょっとやっぱさ、日本にはないこの言い方じゃない。言い方というか、そのこの一つ飛ばしでさ、うんうん、なんか確かにね、なんかこのちょっとなんていうの、このちょっといきなり、ちょっとこの子をいきなり脱いだら、ちょっとその日本でない感の風なんかすごい、なんかなんか分かんない、ドキドキワクワクしちゃう。全然分かんない。え、分かんない分かんないかな。なんかこう、なんか、うわっ、なんか、ちょっとテンションやっちゃう、燃えちゃう、燃えちゃう。全然分かんない。いや、ちょっとアンケート取ったら意外とやれイエス燃えますみたいな多いと思う。なるほど。結局外国人と結婚したいだけです。話としては。そういうことか。いや、わかんない、違うわ。なるほど。まあでもいいね、なんか、はい、いいね。そうですね、なんかまあその埋もれてるというかね、まだまだ何か死骸があるんじゃないかなっていうあれですね。なるほどね、はい、なるほどね。ということで今日は、そっか、じゃあ ラオス産なんだね。そうです、全部ラオスなのです。手織りの、あ、こういうのも、はい、普通に可愛いですよね。いや、なんか独特だな。これはあの、うん、膝で言うんですよ、うん、膝足で、え、端っこはフリンジってすっげー作るの難しくて、私も旗織りしてこうやったんですけど、うん、この部分を作るのがめっちゃ大変。なんかどうやってんの。こう寄るんです、こうやってカラカラカラって。で
でも戻ってきちゃうじゃないですか普通にこうゴロゴロゴロです、うん、でもなんか何かコツがあるらしくて、うん、そう私にはできなかった。足でやるの？足で足のふくらはぎじゃないななんていうんだろうすね、うん、のとこでこう転がすんです、うん、何の意味があるのか分かんない 足でこうやってやる。あそうで、あ違う違う手で足でこうそうですそうです。ってことはもうすね毛はないわな。あそうですね、うん、俺もそれも絡んで絡めちゃうからねすね毛巻き込まれねえてててててってなりながら俺がだったらね、なるほどね、すね毛ない、すねでやるやってますね。柄がなんか普通に可愛いなと思って、うん、これはありそうだもんね。ありそうですよね、こういうデザイン自体は、うん、でもやっぱり風味がなんか風合いがなんか、ね、そうです。よく見るとちょっと目が荒かったりとかいろいろあって、いやいいね、はい、手織りって感じですね。うん、いいね。なんかこういうそのさ何が魅力なんだろうね、やっぱり。いやそうなんですよね、私も言葉にできなくて、しかもネットにこの写真を上げただけでは何にも伝わらないっていう、うん、そうね、なんか、うん、もしかしたら伝わってない可能性が非常に高い感じあるけど、さっきから俺らだけテンションちょっと上げめでなんかあるねみたいな、うん、なってる可能性あるけど、なんかやっぱりこのさランダム感というか、うん、なんか同じじゃないみたいなのが好きなのかもね、人間なんだ。でもなんかこうやっぱりこう普段見慣れてないものをやっぱ捉えてるんじゃない？感じするよね。こう意識下には脱脱、うん、引っ張ってこれないけど。見たことない気がするみたいな感じだよね。うんうん、いやそうそう、やっぱそれがこうエロス。うん、なんでもう一回そこ戻ってきたの。いやでもあると思う本当に。その なんかエロいみたいなのってあるじゃない？ミステリアス感みたいな。ないなんかその女性の彼女がさこう下着がさ、うん、今日なんかエロいなっていう、うん、ないどうまあいいややめとこ、うん、なんか辛い気持ちになるそもそもそういう現場に立ち会ったんじゃないすいませんそういう現場あごめんそうだ初めてうっかりなんかこれなんかこう大声で突っ込むのも俺辛いし逆に黙るみたいなマジで、うん、ちなみにゆとりですが何かの3人のうち1人童貞だよ。やかましいよ、ね、ほっとけよゆとりですが何か童貞ですが何かバカっつってねちょうど童貞ですが何かってセリフが出たの二番煎じだまあ、裏番組の方の話ですけど表で済む方がバリバリのお話変えましょうでもそうなんかこうやっぱね、うんはい、こうなんかいいものがあるとそう、うん、いい意味で見慣れてない何かをこう捉えて、うんうん、そうね、うん、感じてしまうっていうのが、うんはい、いいですね、はいうん、今日は、ね、このラオスのね、はい、向こうで作られてる、そうです なんていうのこれなんですか、ね小物、ね、グッズです、はい、はい、ありがとうございます、はい、よしで、次かな、はい、そうですね、そろ、はい、そろじゃあ行きましょうよ、次のコーナー行きますか、うん、よいしょ大丈夫かなっていう、あ、ちょっと見ますね、あれですね、本当に来てるのか、メールは第61回にして、うん、シスっていう感じあるからねいやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。じゃあ次のこちらですね、はい、本草マンダラ、イエーイ、はい、こちらのコーナーはですね、うん、あのマンダラですね、うん、あれちょっと待ってください、僕のパソコンがわがまま言ってるからよし、うん、このマンダラ、マンダラ模様のマンダラですが、はい、これをこうモチーフにしてね、うん、ラオスとかにもありそうだけどね、あー、ありそうですね、いろんなトピックを毎回出して、はい、で今日は、こちらの8つのトピックでやっていました、うん、でこの中から視聴者にこれだっていうのをいただいて話すというコーナーになっておるんですが、ドキドキ、ですね、大丈夫かなこれかなりもう最初今日3つ来てます、ありがとうございます、すごい目標ライン達成、おーやった、うん、ありがとうございます、で、はい、ですね1人目、うん、いきますね、はい、見てますよというありがとうございます、お疲れ様、嬉しい、お疲れ様です、ありがとうございます、ベベですということで、ベベさん、ベベさん、はい、僕の
友人です。あ僕の友人からメールが来ました。ありがとうございます。今札幌のホテルから見てます。今北大の発達心理学会に参加中ということで。はい、ベベはあの早稲田で、うん、博士課程で発達心理学を勉強して。面白い。はい、で、今日は4番。江戸時代良くないですか。来ましたね。理由としては選択肢の中でどう考えてもこれだけおかしいと思うので、うん、この話を聞きたいです。他にもおかしいのあったけどまあまあはい、はい、そうどう考えてもこれだけおかしいです。なるほど。じゃあそこだけおかしい。みちかちゃん、はい、今日はあこれはそうですね、はい、みちかさんが出した、はいはい、そうです。これちなみに どうしてさっきもその触ってなんか言葉にできないなんかあるみたいな、うん、あったじゃないです か、うん、なんかそういうのと関係するんですけど、うん、そのネットで伝わらない何かとか、うん、やっぱ大量消費では得られない何かとか、うん、そういうところに最近なんかちょっと注目されてんじゃないのかなと思って、うん、私もともと江戸時代めっちゃ好きで、うん、中学かな、うん、の時に読んだなん教科書の、うん江戸の街はめっちゃ綺麗だったし、うん、リサイクルだし、うん、みたいな超いいとこだったみたいなのとか、うん、まあいろいろ見て、うん、江戸時代いいなみたいな結局みんなそういう風に戻っていくんじゃないかなと思ってるわけですよ。江戸時代、ね、そうなんか心の満たされなさ的なところに最近気づいてその満たされてたのが江戸時代じゃないかなみたいな。あ、ね、はい、あの263年とか続いたそうですそうです平和の中ね。なるほどね。いや別に江戸時代ってわけじゃないんですけど、あ、なんだろうな、古き良き、あ、古き良き、そうですね、もっと大事なものがあるよねっていうところです。非常によくあるテーマだよね、そのなんか今失ってしまった何かみたいなさ、ノスタルジーみたいな、何なんだろうね。いや何なんだろうね、なんかなんだろう、あれはあるなと思うな、あの暮らしと働くがすごい近かったというか一つだった。昔はその武士の子は武士、商人の子は商人、でそれでこう階級がとか、そういうやっぱり職業選択の自由をみたいな運動とか明治維新とかがあって今の時代で自由になってるっていうのはあるけど、でもあの時代はこうやっぱ帰ってきたら一家全員で死後働いて、でなんか父親とか母親の姿から自分の仕事を学んでいって進路選択に苦しむこともなく、こうある種こうなんていうの、こうもうこうでなんていうの、その決められてしまっている苦しさもあるけれども、なんかこうそれを背負いながらもこう友人と仲良くとか飲んだりとか、そういうなんか感情あったのかなとかはね。どっちがいいってわけでもないんですけどね。確かに、なんか自分ってものがすごいはっきりしていた気がするよね。いやなんかこうあればいいみたいなのがあって、それに向かってというか、そこにあればよかったというか、でなんかそれをこう探さなきゃいけないとか、なんか自分で見つけるんだみたいなことじゃなくて、でそれがこうはっきりやっぱりどうあるべきっていうのが ある状態で、みんなその家とか、なんかそういう意味があって、なんかそれがすごい盤石な状態でやってたみたいなね。なんだろう、そうですね。なんか江戸時代にもギャルがいたんですよ。ほうほう、おちゃっぴーっていうんですけど。おちゃっぴーっていう、おちゃっぴーっていう、どう半濁音とかあったんだその時代。ね、あるみたい、ね、本当にその発音なの。おちゃっぴーだと思うんですけど、ね、本があって江戸時代の風俗みたいな本があるんですけど、その中におちゃっぴーって、まあ、なんか贅沢禁止とかよく言うじゃないですか、とかね、あとなんかなんだろう、化粧はやっぱすごかったし、こう贅沢禁止だからなんかすごいとか言うじゃないですか、着物の裏側とか、とかね、そういうなんか貧しい中でもギャルしてたみたいな、そうそうそう、小粋なねみたいな、そういう江戸時代のギャルになりたいなって生まれ変わったら。その意味で言うギャルっていうのはどういう、何なんだろう、ちょっと違う、今風のなんかこうギャル感とはなんかちょっと、なんかだからその中でも精一杯楽しもうみたいな、精一杯楽しもうというか、ある意味アンチみたいな、普通じゃない、まあ、そうです、遊び心みたいな、そう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 、なんか自分にできる何か
何かはないかみたいなとかね、自分がどうしたら可愛く見えるかとか、その中で必死にこうやっているっていう粋な感じが、粋ね、粋な感じがいいですね。なんかさ、粋とかさ、いなせとかさ、なんだろう、それって何なんだろう、でも、なんか大事な気がするっていうか、わびだのさびだのとか、なんかあるよね、こう良さそうに聞こえるみたいな、良さそうらしいみたいな、ありますね。そう、スーパーで買うより商店街のお魚屋さんで買った方が粋な感じがするみたいな、粋な感じがするっていうね、粋な感じさせていきたいね、そうなんですよ、粋って基準が消えかけてるよね、そうですね、それが、そうそう、なんか便利であればそれでよしみたいな、そう、それがちょっとね、どうなんですかみたいな、確かにね、最近粋なことあった粋なことか、難しいな、いやまず粋なことって何よっていうさそうだよね、ちょっとなんかあったかな、一番粋なのを決めよっか、なんか逆にそのこれじゃねみたいなのを決めることによって粋がわかるみたいな、基準を作ってしまうと、粋感がね、さっきので言うとその決められた中でもこう遊び心というか、人生を楽しもうとするというか、なんかさ痩せ我慢的なところある気がするんだよね、痩せ我慢、なんか自腹切ってるとか、おごっちゃうとか、それなんかある意味合理的でないみたいな、ああそう、合理的でないんだけど、なんか良さそうに聞こえるもの、なんか合理的になるってある意味楽、そうですね、別にだってそれが合理的なんだもんと、だけどそこであえて踏み外すというか、なんかあえてちょっと高いけどこういうの買っちゃうとか、それはなんかでもいいじゃんなんかみたいな、そう、何がいいか、でも別になんか合理性はないわけよ、別にもっと丈夫でなんか使い勝手が良くてみたいな、いろいろあんじゃんみたいなこと言われても、よ俺なんかこれがいいんだよねみたいなことを言うやつ、だからこだわり、とか、それなんかわけわかんなさだよね、だからね、こうわけわかんないけど、いいじゃないのあんたみたいな、何をそんなねえこう頑固になってんのみたいな、意固地になってみたいな、のじゃあなんかさ、頑固親父みたいな、そうそうそう、もういいのにみたいな、頑固親父の中で良さ、お前ももういいと思ってんだろなんならなのに、ダメってことになってるみたいな、なんかそういうこうバカらしさというか、そう、なんか他人に理解してもらうことは結構難しいかもしれないけど、自分ではそれがいいんだよねっていう、合理的じゃないんだけどねっていうあれですかね、なんかそういう感じしてきた、あ、息それが、息、納得、息か、むずいね、なんか行き過ぎるとダメなんだよねそれもね、多分、なんかさ、ふんどし履いてたらさ今、ちょっとどうしたのみたいな、いるけどね、ふんどしま、星野くんだっけ、ふんどしま、なんだかぜひちょっと取材したいと思ってたけど、なんかあそこまで行くとさ、もう自己主張強みたいな、なんか何か意味があるんですか逆にみたいな、危機感ちょっとまだ分かんないよね、なんか不調和を感じる、というかなんかメッセージがあるに違いないと思うよね、でもなんかメッセージとかじゃない、ないんだよね、でも俺はこうだからしょうがないみたいなさ、あーバカだねあいつはいつもみたいな、なんだろう、ちょっとしたズレ感、でもこうバカだねの中に、愛というか、あいつはもうああいうやつなんだよみたいな、そこにこう不合理だけど愛着というか、なんかそれな気がする、なんか、ちょっともうちょっとない、おまだいや、なんかこういなんかこうさ、席譲るとかもちょっと粋っぽいんだけど、なんかちょっと違うんだよね、なんかこう粋の完全モデルみたいなのがちょっとまだ見えてこないんだよねなんかこう完全モデル、そのこあっ これは粋だって言えるそのイメージがまだちょっと分かんなくて、めちゃくちゃ疲れてんのに、座んないとかだよ、その優先席にはみたいな
あその人が、うん、いやでもそれがなんかそれがなんか他人にどう見られるかとかではないっていうか、自分の中の線、こだわり、でも粋だねって人からじゃない、自分が粋だだとか言う、じゃあそれ粋じゃなくないもはや、確かに確かに自己満足って感じがする、ではないんだ、うん、粋だねが発されるときは、なんかこうある なんだろうそれなんだろう、他の人はやってないんだけどなんかいいなみたいな、ほんとなんかいいなぐらいしか言えないですよね、なんかねちょっとあのなんか粋ななんか話やったらちょっとあの送ってもらっていいですか、欲しいっすね、欲しい、粋、これ粋でしょ、辞書的にはどうなの粋は、あ調べてみよう、ちなみに粋の構造っていう本が有名なのがあるよね、久木修造じゃないかな、あれ誰だっけ、構造が分かんの粋の、粋の、あこれ久木修造だやっぱり、日本民族独自の美意識を表す粋とは何かっていうことを書いた、一回挑戦してなんかあんまちゃんと読まなかったな、すごい、あこう結論するって言って、運命によって諦めを得た美体が生きの自由に生きるのが生きである。は？あでも運命によって諦めを得たっていうのはなんとなくそのある種そのもう俺は武士でしかないというか、諦めた中で得たなんだこの美体？美体？美薬の美に生体の体だ。美体が生き人の自由に生きるのが生きである。ちょっとね敵が多すぎるよね。なんかさ一個ぐらいだったらさ類推できるけど、そうだね、あの途中からもう一気に僕たちを弾き返してきたよね。ドーンって。あでも息ね、あ、さっぱりした気立てで垢抜けがし色気も漂うこと。全部やん。そういう感じのする身のこなし様子のこと。それ何辞書にそんなこと書いてある。そう書いてる。帽子を息にかぶる。人情の機微に通じる、さばけている様。よ、分からんね。人情の機微に通じる、さばけている様。何も説明してないみたいな。なんか人情みたいなのがね。義理人情。いや、だからやっぱりね、不合理なんだよ。不合理。まあ、運命に諦めてる。うん、なんかある種こう、そう、うん、頭悪いんだよ。頭悪い。そうかも。なんかさ、一度貸したもの、あげたものは絶対返さねえみたいなのあるじゃん、江戸っ子みたいな、もうあげたって言うんだから やるんだよもう、でめっちゃお腹空いてんのにお金全部貸しちゃうわけ、みたいな、そういう話結構あるよね、やっぱ歌舞伎なんか落語とかそういうそのバカなやつっていうか、でもそれはなんかこうプライドっていうかなんかあるからそうしてるみたいな、自分の中の、人情で、でも運命諦めはいいキーワードな感じ、ね、でも諦めた中ででも遊び心を見せるみたいな、なんかね、やっぱ、でもね、これね、やっぱり自由なんだよね、そこが、例えば美体っていうのがやっぱあるらしい、この異性に対してこびるわけじゃないんだけれども、いやちょっと異性を意識している、はあ、でもこびへつらうっていうことを意味しているわけじゃない、はあ、美体っていうのがあるんだって、はあ、抑制の効いた美意識、へえ、何なのそのあれなんだよ、だから女性がトイレ行ってる時におごっておいて、あでちなみに息を語るやつらは、うん、息を語るっていうのは野暮の極みなんだって、はあ語っちゃダメだ、やぼなこと言いやがってってね、水くせえみたいな、うん、やぼやぼだった、やそう面白いね、面白い、でも粋だって思ったらもうやぼなんだよそれは、なるほど、なんなんだろう、難しいこと言う、で粋、っていうのは、あの粋の粋字ってあったじゃんさっきの、粋、字っていうのは、あの江戸っ子というかなんかこう一種の反抗を示す意味もあるらしい、ですね、なるほど、さっきのあのここに入れるとかなんかな、分かんないけど、なんだろう、すごい絶妙な概念だね、絶妙だね、こんな簡単には解明できないですね、面白いな、人は何か
なんでこの話になったの。あ、江戸ね。江戸でもだから江戸っ子生きなん、生きが生きてる時代なんだね。そうそうですね。そうそうそう、なんかそれがいいなって思うところがあるな。やっぱなんか惹かれるところあるよね、どうしても。やる。なんかそれが知らないとダメな気がするみたいな。そうそう。なんかてかかっこいいな、知りたいなと思う。いやちょっと生きはちょっと勉強したくなったな。生き研究会とかないのか。ちょっと後にしてもらいます。あ、ごめんごめん。ね、でも生き研究会とか言い始めたらもはや生きではないんだよ。そうそう。語ったらダメなんですもんね。野望の極みだ。野望の極みだって言うんだから。なるほど。面白い、難しい、ね、うん、ね、でもそ何かあるかね。要は何かね、生きがね。はい。感じでしたね。江戸時代良くないですか。良い気がするっていう感じですね。なんかある。もう一個、はい、てか、まあ、あと二つ来てますから、はい、もう一個いきますね。ましょう、次本草マンダラ取り上げていただきたいテーマ、うん、藤沢市、あ、おまた来ていただいた、ありがたい、関戸直明さん、あ、ありがたい、こんばんは、こんばんは、シンプルに一行来てますね、人を理解するってことについてどう考えてる、あ、来ました、一気に違うテーマになりますね、うん、これはヘルメだよね、うん、うん、人このテーマは割とやっぱり何回も出てくるようなところはあるけど、うん、これですね、うん、はい、はい、これはあの僕ですね、うん、これはあの単純に最近大学生たちと飲む機会があったんですけど、はい、こう見解がみんな違ってそれがこう面白かった、うん、たんですね、非常に、うん、でそのっていうで見解が違ったっていうのはそのある学生はその、うん、なんかある学生と僕が話してたんだけど、うん、まあそこ周りにも何人かいたんだけど、うん、その学生がなんか僕の言ってることをこう、うん、あ、それってこういうことっすよねってこう言ってくるシーンがあって、うん、ああ、うん、みたいな、うん、でまた喋ってたら、うん、え、それってだからということはこういうことですかみたいなこと言ってきて、うん、あみたいな、うん、違うかなみたいな、なんか、うん、みたいな感じ、それでもいいんだけどねみたいななってると、なんか向こうがそのなんかこう、なんかこうやっぱ自分の中に持ってるその枠組みというか理解のこの体系に何かこう当てはめないと、うん、当てはめたくて仕方がないわけよ、で僕を理解、それが理解だと思ってるわけよ、うん、だから僕をそれに当てはめるんだけど僕がいなすと、うん、それが続いてもうなんかもうもう鼻息歩くなってくる感じになってきたのがあって、ね、あ、じゃあそもそもその人を理解するってことについてちょっと考えてることが違うんじゃないっていうので、うん、こう他の周りに聞いてる子とかにも振ってったらこう面白くてですね、面白かったっていうので、こう どう考えてますかっていうのをちょっと聞いてみたいなっていうのがあって、どう考えていますか、人を理解するってことについて。いや、理解できないと思って最初からなんだろう、理解したつもりにならないようにしているみたいな、うん、そう、なんか自分のそのやっぱつもりにならないようにしている、そう、枠組みの中でしかやっぱり分かんないと思うんで、どんだけ努力しても、うん、だから、まあ、完全に分かったつもりにならないで、うん、自分の分かったところだけをちゃんと解釈して、まあ、何か反応したいなと、はあ、はあ、うん、くらいですかね。その人をってどういうことよ。人の言葉、人それ自体、人それ自体、まあ人の言葉でもいいし人それ自体だね、うん、まあでもそうは言っても自分の中で位置づけることを望むよね、うん、なんかやべえじゃん、それを浮かせたままにしておくの、うん、こいつは分かんないもののまま扱うみたいな、うんうんうん、いやもちろん分かんないもののままなんだけど、でも暫定的に、うん、まあ、私にとってはこういうような人間でなんかこういう傾向があってこんなタイプなんじゃないかなって思って喋ることにするっていうのをしないとどうしようもなくなる気はする、うんうん、便宜上そのなんか当てはめをするのはまあしょうがないのかなみたいな、うん、はあはあ、それがやっぱり理解なのかな、ああ、じゃあそうか、人を理解するっていうのはその自分の
その枠組みの中に便宜上当てはめるっていうのが人を理解するっていうことだと考えている、うんうん、まあでも長期的にそれがその自分の枠組み自体を変更させていくような、うん、だって枠組みだって最初からできてるわけじゃないし、うん、変化されるわけでしょ、うんうんうん、でそれって多分理解しようしようってでもなんかこいつ違う気がするみたいな、うん、それこそ違和感が溜まっていった時にパラダイムシフトまでいかないけど、うんうんうん、なんかちょっとずつなんかあこういうやつもいるんだとか、うんうん、なんかちょっと思ってたの違うなあいつみたいなのによって、うんうん、だんだんその枠組みはなんかもうちょい柔らかいものになってってみたり、あるいはそのものすごい強いインパクトによってもうあ世の中これしかねえってなっちゃう時もあるんだろうし、なんか長期的に見るとそういう運動が起こるのかもねみたいな。なるほどね。なるほどね。なるほどね。面白いですね。なんかそのなんだろう暫定的な位置が自分の中でわからない人ってめっちゃ怖いって思いませんか、うん、思いますよね。なんなんこいつなんなん、そうそう次何すんのみたいな、うん、なんかこの人え何なのわかんないんだけど怖いってなります。少なくともさ人間その急に怒られるの嫌じゃん、うんうん、そうそう、うん、怒られないように何かしなきゃいけないんだけど、うん、どう避けたらいいかもわからないみたいな、うん、急にブチ切れるやつ超怖いからやっぱりただ怖いっていうよりはわかんないの方が怖いよね、うんうんうん、本当に本当によく言われるけど、うんうんうん、そうですね。急にブチ切れる先生とか本当にやばいからあれは先生ね、ただ不安定な人怒りっぽいっていうよりは不安定だとやばい、うん、こうしないようにしようって分かるからさ、そうそうそうなんですよ、っていう意味でやっぱりすぐ怒る人の方がまだ探知がいいですね、うん、確かに危機をまずは減らすためにこいつはこれはしちゃダメみたいな、うん、っていうその守りの意味で まずこいつはこうしとけば一旦大丈夫っていうなんか枠はまずはめに行くんだと思う。なんか怖いから、ああ自分が、うん、あでそれはだんだん取れていくかもしれないし、そのああ まだ大丈夫なんだこいつみたいな、うん、ちょっかい出してみて、ああいけるわみたいな、で時々爆発して、あっここがダメだったみたいな、あ、うん、なるほどなるほど、それはなるほどね、うん、それはああなるほどね、うん、なるほどね、うん、なるほど人間だな、うん、いや面白いね、その、うん、怒られないために一回理解するっていうフェーズがあるんだね、まず、うん、初対面というか、うん、あ怒られないためにという、ね、自分自己防衛の機能として理解するっていう、それ大きい気がするな、うん、怖いからね、ああ、うん、なるほどね、さあ面白いね、うん、なるほどね、うん、どうでしょうね、いやそれなんかその時に、うん、なんかその場でのなんかこう着地点になったのはあのその俺がいなし続けてこう鼻息荒くなってるじゃない、うん、でこう聞いていくじゃない、うん、僕が言うよりなんか他の人はどう思ってるかもしれなかったから、うん、こう聞いてた時にその一人その東大の4年生かな、うん、で臨床心理士になりたくて大学に進むっていう子が言ったのはその、相手の立場に立って見るっていうことが人を理解するってことだと僕は考えてますって言ってて、で要は相手がこうどう見えてるかっていうところに自分が立ってみた時にこう同じものが見えたり、一見全然合理的じゃない言葉とか、なんで怒ってるか、なんでこんな何を言ってるかも分かんないみたいな言葉が相手の立場にまで行ってみると合理的だってことがようやく分かってくるみたいな、それを僕は人を理解するっていうことだと考えていますって言ってて、なんかこうその時にその鼻息荒かった子はその要は向こうに行こうとしなかったよね、その子は、うん、自分が向こうに行かないで自分の立場、うん、自分の位置を一切変えず、うん、ここから相手を解釈可能なものにしようとずっとしていたんだけど、うん、それが出てきて、うん、なんかザババババババってなんか興奮して帰っていったんだけど全然わかんない、まあなんか壊れ今までの自分の価値観、理解する感、理解感みたいなものが、うん、もう根底からひっくり返って違う形になっちゃった自信があって、そう、それがねそうあってね、いやーわかんないねみたいな話が出てして、まあでもその子はその答え、臨床心理の子は、うん、でもこれはまあ、 僕の臨床心理士とか臨床心理学の領域で人を理解するっていうのはそういうふうに考えて、その臨床の実践をやるじゃない、うん、カウンセリングとか
っていうことなので、まあ他だとまた分かんないですけどねみたいな話をしてて、ああ確かにねみたいな、まあ、そういう次元の理解もありそうだしね、うん、人によるんだろうし、ヘルメは割とそっち寄りみたいな話をしてたよねこの前。俺まあそうだ、俺もなんかゴールは近いよね、うん、うん、やっぱりそう なんか、うん、何言ってんだみたいな、うん、うん、やっぱその人の立場のこう立ち位置から一緒に見てみないとその人が何言ってるかよく見えない、うん、から そういう動きをするけどね、はい、そんなまあ、うん、話でしたって言って、ね、今日はそろそろ、そうそうなんですよ、うん、今日はちょっと僕あのいろいろ家庭の事情があって家庭の事情なんです、ね、帰らないといけないので、ちょっと3問目だけ、はい、3問目だけじゃあ書いていきます、はい、書いてダッシュで書いてですね、はい、お願いします、はい、よいしょ、面白いよねやっぱ、難しいですね、なんかヘルメはこの前その自分がこうどんどんその人に入り込んでいって、うん、そのどういう気持ちなんだろうみたいなのをどんどん反復していって、最終的に相手と喋ってるのに相手は自分を意識しないようなぐらい透明になれたら、すごい、それが終着点みたいな、相手のことを理解したという、そう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 っていうようなこと言ってて、ほーみたいな、なるほど、そんな手間かかることするみたいなそうね、そう、喋ってんだから大体わかんだろみたいなって俺は思っちゃうからね、すごい、そうね、お、来た、そうですね、おお、杉山さんが待ち望んだ、はい、今日もありがとうございます、せっかくだからって何何理由としてはですね、ダイヤマさんから来てます、ダイヤマさん、何やら問いから怒りを感じたのちょっとじゃあこれでね、察しがいい、今日の一文字まで、はい、お話してもらって、今日は、はい、まあ、ちょっとお任せします、はい、ちょっと、はい、すいません、今日はヘルメさん、はい、じゃあね、お疲れ様です、はいはいはい、またまた、また今後とも、せっかくだからね、はい、よろしくお願いいたします、せっかくあったから、さて、せっかくだから、せっかくだからって何、はい、これですよ、これが僕苦しめている、怒りを感じたらしいです、うん、いや、とはいえさっきも僕もせっかくって言っちゃったからね、そうですね、なんか1日1回言ってさっきもその不合理みたいな話してたじゃんね、で、せっかくだからっていう時ってなんか間違ったものを選んでるっていうかいや、なんかさ、もっとちゃんと考えろよみたいな、せっかくだから抜きにしてちゃんと考えろ、そうそうそう、何せっかくだからポイントみたいな、うん、せっかくだからポイントがつくことによって判断が覆るって、うん、確かにどうかしてないみたいな、うん、まずせっかくだからっていうのがまず何なのかちょっと考えたいんだけど、はい、なんでしょうねでも明らかにこう逆転する、うん、要素ではありますよ ね、そうだよね、せっかくだからじゃあこっちにしようみたいな、そうそうそうですね、うん、逆転する力を、うん、かなり破壊力ありますよね、あるよね、あります、うん、逆にみたいなやつだよね、うん、それなのにみたいな、うんうん、そうそうそう、せっかくだからっていうのがめっちゃ難しいですねこれ、あの具体例をな、思うに、はい、なんかもうこのチャンスはないみたいな、うんうんうん、気がするみたいな、うん、でその時に、まあ、すっげえ高いけど、例えば、うん、すっごい高いけど限定だから、うん、せっかくなので、ね、買っちゃうわけよそう、でそれって買いたかったのかみたいな、確かに確かに、うん、最後の1本残ってて、え、せっかくだからさみたいな、え、何みたいなそれ確かに、だってさ、せっかくじゃなかったら買わないわけじゃん、うん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 、今少なくともね、うん、で限定じゃなかったら買ってないわけよ、うん、限定じゃなかったら買わないものってなんで買うの？本当に欲しいのかよってことですか？うん、確かに。なんかさ、そのやっぱり今後もう現れないかもしれないみたいなものが、うん、やたらと価値を上げるよね。まあ、うん、一回だけとかね。そう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 。そうですね。でももう一度きりなんだあの人に会えるのはみたいなのがこうロマンスみたいなあるじゃんね。うん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 、なんかさっきの不倫ってダメなのさ、あ、不倫がなぜ燃えるのかみたいな、うん、ダメなことだから、そうみたいな、うん、そのもう限りがあるみたいな、うんうんうん、あの人と会えるのこのタイミングだけと か、うん、なんか遠距離恋愛の方が燃えるみたいな話とかもなんかありそうな気がするっていうか、うん、せっかくだからポイントがなんか人間こうもうないものみたいなのにすごい恐怖を感じる、恐怖なんですかそれは、なんかキープしておきたいとか、そう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 、うん、ないかもしれないんだあーみたいな、どうしよう買うみたいな、確かに、うん、でもそれ買うことによって
何かを買わなくなってるんだよね。まあ確かにそれも私そうそうそうせっかくですね。うん、うん、なんかさ何かを選ぶっていうことは絶対何かを犠牲にしているはずでしょ、うんうん、選ぶってそういうことですよね、うん、でなんかなんだろうその瞬間のそれはもうないわけじゃん、うん、でそれ全部せっかくじゃん、うん、ある意味やっぱりせっかくだからポイントはないのではみたいな。いやでも例えば杉山さんの妹さんが明日普通に学校に行くかせっかくだからお兄さんに会いに学校休んで東京に来るかって言ったらあじゃあせっかくだから東京行こうかなって思う気持ち分かりません？いや分かんない。ええ どの辺がせっかくなの？学校を休めるかつ、うん、家族が東京に行くと言っている、行くしかないみたいな。ちょっとこれ前提が共有されてないと思うんだけど。そうす、ね、お客さんにね。あ、そっかそっか。まあまあまあ、なんだろう、例えば俺ともう会えないかもしれなくて、うん、わざわざ愛知から東京にやってくると、まあわかるね、うん、それはせっかくだね。せっかくですか？せっかくまだあいつ生きてるから会おうみたいな。もう会えないし。あ、それは会うわ、うん、せっかくにも程度がありますね。多分程度があるね、うん、程度問題だね。あ、うん、じゃあもしかしたらこう過剰なせっかくが許せないかもしれない俺は。あ、それせっかくじゃねえよみたいな、うん、それまたあるよみたいな、うん、どうしたのって。別に俺知らないよって。それじゃああれですよ、多分、うん、価値観の違いってやつじゃないですか。ただの杉山さんにはせっかくじゃないけど、うん、妹にとってはせっかくだったこととかあるんですよ。それはあるだろうね。それをこう、それせっかくじゃねえよって言っちゃうのは価値観を否定していると、はあ、じゃないですか。そうかもしれんね、うん、そうです。この問いから感じた怒りっていうのは価値観を否定する怒りだ。やばい、解き伏せられてる。エシカルに。エシカルに。エシカルに。やばいな。リベラルにエシカルに。持ってかれちゃう。はい、もう。でも、さあ、うん、どうだろう。まあでも合理的であるべきかどうかっていう問いになってくる気がするね。うん、そう、合理的を一番の価値とする人と、うん、そうでないことに価値を見出す人はいるじゃないですか。粋、うん、だろう ね、 そうですね。せっかくの方が。うんうんうん。行きに近かろう、ね、あ、そうですね、うん、せっかくをなしで考えるっていうのはどっちが合理的かっていう、うん、確かにそう、なんかつまんないよね、うんうんうん、やっぱわけわかんないことした方がいい気がするよね、うん、それも妹さんを肯定してませんか？してる、はい、うん、おー、してる。いいコーナーでしたね、この怒りを。行きで説明してしまうか、せっかくを。行き息ですかね、何ですかね、なんか価値っていうとこですよね。うん、まあ、なんかその、そうなんです、ビジネス始めようと思ってから、うん、価値ってなんだろうみたいな。人がお金を払うって価値があるってことじゃないですか、うん、でサービスにお金を払うってことはサービスに価値がある、うん、どっからがサービスだろうとか、うん、いろいろ考えたりして。確かに。そうなんですよ、高くても売れるものってどこに価値を生み出してるんだろうみたいな、うん、とか。そう、せっかくと思わせるかどうかっていうのはあるよね、うん、ありますね。だってせっかくだからこれを買おうってことだよね。そう、ちょっといいものを買おう。そう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 。だからストーリーとかさ、そうなんですよね、なんか自分に合う気がするとか、うんうん、今しかない気がするとか、そう、そういうその出会いみたいな、なんかこれがいい気がするみたいな、一期一会的なね、うんうん、あ、そういう謎のプラスポイントみたいなのに、そう訴えられるとビジネスは強いのかなって思ったりしますね。確かにな。そう、面白いっすね。そうですね、なんかすごいこう今後の消費社会、消費社会、何を一人で消費していくかというと、うん、実はせっかくを消費していくみたいな。いや、そうだと思いますよ。お金を出してせっかくを払っていくっていうところにしかもう成長の部分はなくて、うん、だってもう物は溢れてますからね、価値を見出すという か、 うか、新しくいかにせっかくにするかと、うん、ブランディング、簡単に言っちゃうとグッドシングスを使っていくかってことだよね。そうです、そうです、普通のものじゃなくて。そうですよ、難しい。せっかくは悪じゃないと。悪じゃないです、悪ではない。面白いですね、はい、ちょっとせっかく肯定派に持ってかれてしまった感じがあるんですけど、はい、ね、ありがとうございます。じゃあ、
というわけで最後にまとめということで、はい、私、杉谷の今日の一文字一文字ということで、ちょっと一文字かどうかはあれなんですけど、あ、そうですか、書いてください。まあこれになるかなっていう感じですね。喋ってる間にも思いつくんですね。そうそう、大体こう考えながら喋ってる。さすがにここでヘルメみたいにずっと考えてたら終わっちゃうからタイムリミットどうしようみたいな、最後 M みたいないきます。はい、なるほど、いきこれですね。そういう意味ではね、はい、せっかくだから筆で書くよね。うん、そうですよ、マジックじゃダメって言ってたじゃないですか。そうせっかくだからだね、うん、なぜ筆で書くことに、こんな重い荷物持ってきてまでね、ペン一本でよかったのに。ちょっとせっかくだから書き直そうかちょっとね、ちょっと気に入らないですか。気に入らないね。めっちゃいいと思うんですけどね。あんまり行きじゃなかったですか、なんかさ、行きがやっぱりさ、はい、あんまり行きがっちゃダメなんだよね。ああ、そうですよね、行き、うん、であるよって主張しちゃ行きじゃないですもんね。難しい。すっごいなんか主張をやめましたね。もうどちらかというとどうすか。あ、いやこっちの方が粋じゃないですかね。そう、はい、強いね。なんとなく粋だと思ったんでこっちの方が粋です。じゃあせっかくだからということで、はい、選んでもらったこっちを今日の一文字にしたいと思います。はい、はい、じゃあ今日の一文字でございました。はい、皆様、お付き合いいただいた皆様ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さんもね、ちょっとした無駄とか、うん、ちょっとした遊び心を、そう、ちょっといいなって思うことを ね大事にしてほしい。1週間ちょっとやってみたらどうでしょうか。はい、というわけで、今日はこれでお別れしましょう。はい、ありがとうございました。イエーイ、イエーイ、早い。あ、じゃあちょっと一応これ見せときもね、せっかくだから。はい、せっかくだからねせっかくだからまだ乾いてないこの質感が分かりますね。そう、筆で書いたんで、せっかく。ああちょっとは外しちゃった感じがあるけども、ありがとうございます。